崎フロンターレ2022年ファン感謝デー風呂周年だよ全員集合YouTube 配信ご覧の皆様、本日はありがとうございます。こんにちは、この配信の MC を担当します山口まらです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてなんと本日のスペシャルゲストの方ご紹介いたしましょう。中村健吾 FRO です。じゃららーん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの健吾さん、はい、事務所が変わられたみたいで。いや違う早いな。え、早いな、降ってくるのが。まだちょっと今日はいいお天気です、ね、そうそこから入らないと。そうね、すいません。すっごい暑いですけどね、まあ、僕たち室内ですから、ね、はい、そう、今日室内からこの、イベントの様子をたっぷりお届けしていくっていうことなんですけど、はい、来られない方もいらっしゃると思うので、はい、この YouTube チャンネルで余すところなく、うん、このファン感の魅力を伝えていけたらなというふうには思っておりますが、ね、ここね、ちょうどまっすぐ真下がステージ、はい、こっちですよ、ピッチが今まさにね、こっちがまた、はい、あ、もう今日はですね、ファン感ということですね、もうカメラが大きい。そうなの、いつになくカメラが大きいので、ね、皆さんもしコメントでどこどこが見たいって言ったら、本当だ、カメラマンさんがもうひょっとしたら振ってくれますか、振ってくれるかもしれないんで、選手のドアップ見たいっていうのはあるかもしれないですからね。大森さんよろしくっていうことカメラの大森さんですね。大森さんコメントだから、大森さんここ見たいっていうのを入れてくれれば、コメントを拾わせていただきますので、ぜひぜひですね、はい、コメントいただけたらなと。もうね、今ね1497人の方、あ、もうそんなに、はい、あら早いですね。皆さん始まる前から皆さんかなりスタンバイしていただいて、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。早速、はい、ジェジエをよろしく、大森さん。ね、待って、まさかの大森さんって来てますけど、大森さん、知り合い いいですね、今時ですね、この生配信で知り合いから連絡来るパターン、いいですね。お言づけをもしありましたら、はい、大森さんに、はい、ね、よろしくお願いします、はい、いやー、今日本当天気良くて良かったですね、はい、本当にちょっと暑すぎるぐらいので、まあね、うん、皆さん熱中症には気をつけていただきたいなというふうに思いますね。水分もご覧になっている方も水分取りつつ、いや、ね、本当にそうですね、はい、かけつつ大変だと思うんで。で、最近ですけど健吾さん、はい、相変わらずお忙しそうで。おかげさまで、はい、事務所が変わられたそうね順番的には多分この順番で多分今のが良かった。こういうことだった、ね、そうそうそう、はい、のっけからはちょっと、はい、すいません失礼しました。いや本当にそうですね、オールドルーキー、はい、はい、ドラマで拝見しました、第1話。いや僕もびっくりしましたよ、はい、正直。あれはお写真をドラマの中で、そうです、あ、使用するという話を いただいたんで、もちろん構いませんという話をして戻して、はいはい、どういう形出るのか僕も知らなかったんで。そうなんですか、はい、へぇー、どぎも抜かれましたね。で放送を見てみたら、はい、おらら、びっくりしました。だってその事務所ドラマの設定としては、はい、事務所の社長が反町隆史さん、はい、でそこに綾野剛さんが元サッカー選手で、事務所に入ってくるっていう感じですよね。そうですで事務所の壁にドーンですよ。目疑いましたよ僕も。あの反町隆史さんが俺の名前呼んでると思って、ね、しかも引退後のマネジメントしてくれてんだと思ってそうそうすごいとこ入ったなっつってね。スポーツ選手 の引退後の活躍をサポートする事務所マネジメントの、はい、ね、ドラマで。いやでも第1話も良かったですね。いやもう本当に刺さりますね。いやね、引退告げるシーンなんかもう本当になんか自分の時を思い出しましたもんね、ちょっと。あ、本当ですか。で娘ちゃん2人じゃないですか。そうだ、うちも3人いるんで、かぶっちゃっても。そうか、はい、いやなんか本当にいろいろなことをこう考えさせられるドラマでもあるので、うんうん、その元サッカー選手としてはね、はい、いろんなサッカー選手もちろんですけど、いろんなこのプロでスポーツをされてる選手たちって、そう、一般人が見る感覚とまた違うドキドキとかハラハラがあるんだろうな。いやと思いますね。もう本当にリアルに僕らと同じようなこう、うん、世界線をこう、ね、うん、新町くんは駆け抜けてったわけじゃないですか。そう、若干新町さんにも健吾さんって呼ばれてますから。呼ばれてました、はい、そうです
ファン化の話してください。すいません、すいません。ちょっとドラマを思い出しすぎて失礼いたしました。ぜひご覧ください。はい。で、3年ぶりです。いやファン化。やっとですね。驚きでの開催はね。もう本当に、まあ、この今ね、まあ、感染者数もまたちょっと増えてきて大変な状況なんですけども、まあこういうか、ね、決断をしたっていうことで、やっぱり対面というかね、うんうん、オンラインではなくてこういう形でできるっていうのはクラブも、まあ、選手たちも多分望んだところあると思うんで、まあ、僕自身も最後の年はできなかったですから。あ、そうですよね。2020年はなかったので、まあすごく待ってたと思いますよ、選手たち、スタッフの皆さんも、うん。健吾さんがピアノを弾かれたのが2019ですね、はい。そうですよね。でそれ以来の愛は勝つを弾きましたからね。ちゃんちゃらちゃん。あれだから未だに音源あったんでしょって言われたんですけど、はい、あれを自分で本当に弾きました。マジで練習したんですよ。4月ぐらいに言われたんですよ。え、弾こうかって言われて。何言ってんだこのクラブ。いやここで健吾さんが愛をは勝つを引くことが、はい、やっぱりチームとして大事なんだ、うんと思いながらもいやまあそうだな、なぜか俺もそうだなと思いながら、はい、毎日イントロのとこですね。お家にピアノ、いやクラブを貸してくれたの。あ、お家に持ち込んで、はい、毎日練習して。そう、毎日は言い過ぎですけど、練習して、で実際本番でもう手もうプルプル振りました。あのしかもちょっと芝居をしながら、だから弾かない手で入っていったんで、みんなもびっくりしたとは思いますけど、だそういうこう、なんていうんですか、サプライズするの好きなクラブなんで、はい、そうです。今回あるかな、誰か。どうでしょうね。今日またいろんなステージ立て続け目白押しで、ステージ久々ですからね。だから多分3年やってないってことですよ。もうほとんどだから3年大体入れ替わりますから、はい、半分以上は選手、はい、だ体感、ファン感を体感する選手たちがほぼ半分以上は多分初めてだと思うんで、じゃあ皆さん今足震えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。多分裏ですっごい練習してると思います今。あ、最後の大詰めを、そうそうそう、もう終わったかな、それも、もうそろそろ出てくるんで。そうですね、この後、はい、開会式が1時、もう間もなくですね、うん、あと2、3分ほどですね、はい。あ、コメントも、本当にね、2019年の思い出なども皆さん、健吾のピアノは最高だったななんて言ってくれてあって、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい。で今この映像をご覧いただいている皆さん、ちょうど私の下こちらですね、QR コードが出ています。ちょっとご紹介します、この QR コード、豪華プレゼントが当たるオンライン大抽選会です。 J リーグ公式アプリクラブ J リーグを使用して講演会会員限定の抽選会を開催します。参加の方法はこの QR コードを J リーグ公式アプリクラブ J リーグから読み取るか、 QR コードの下にあるキーワードを入力すると、ダゾン配信でもおなじみのリモートチェックインと同様にメダルを獲得できます。でこのメダルの獲得と合わせて2022シーズン講演会会員の方は自動的に大抽選会へのエントリーが完了します。で大抽選会の商品、気になりますね。気になりますね。株式会社コニー、あ、ごめんなさい、もう一回やらせてください。いや、もう一回とかねえから。生配信だから。山口さん、気を取り直していこう、はい、うん。商品としましては、株式会社コナミデジタルエンターテインメント様より、はい、e ベースボールパワフルプロ野球2022任天堂スイッチ版を1名様に、e ベースボールパワフルプロ野球2022プレイステーション4版を1名様に、e ベースボールパワフルプロ野球2021グランドスラムを1名様にとなっています。さらにプロスピエース記念ノベルティセットとして、長子くんスマホベルト、パワサカくんスマホベルト、パワサカクリアファイルのセットを100名様にプレゼントします。また川崎フロンターレ講演会より選手サイン入り講演会タペストリーを26周年フロ周年にちなんで26名様に、で選手サイン入り色紙を50名様にプレゼントします。ぜひ皆さんこの表示されている QR コード読み取ってご応募ください。なお当選者は商品の発送をもって返させていただきますと言ったところで、素晴らしい
タイムマネジメント。メロディーが流れてきた。噛んだのも計算のうちぐらいの感じですね。はい、ありがとうございます、はい、それでは開会式が始まります。皆さんどうぞごゆっくりお楽しみください。フロンターレサポーターの皆さん、こんにちは。ようこそ。今日は特別協賛エバラプロ周年だよ、全員集合、川崎フロンターレ2022ファン感謝デーにようこそお越しくださいました。ちょっと朝からすごい灼熱なんですけれども、皆さん対策はバッチリしてこられましたか？暑さ対策大丈夫ですか？今ちょっとメインスタンドは日陰になっているかもしれないんですけれども、またこれから日の傾き加減によっては日が当たるところなんかも出てくるかもしれませんので、決して無理はせず水分補給と塩分補給をしっかりとって、休憩も取りながら一緒に楽しんでいきましょう。本日ステージ進行を務めさせていただきます川崎フロンターレスタジアムアナウンスを務めています小森澄江と申します。どうぞよろしくお願いします。2019年以来の轟きでこうやってリアルファン感謝デーを開催することができます。2020年21年とオンラインでのファン感謝デーとなりましたが、やっとねここまでたどり着きました。でもまたちょっとね心配なコロナの状況もありますので、皆さん今日熱中症対策でマスクを外される時があるかもしれませんが、その時はお話を控えるですとか席エチケットなども守っていただくようにお願いします。そしてルールを守って楽しく一緒に楽しんでいきましょう、ね、水曜日のパリ・サンジェルマン戦もありましたし、その後にこのファン感、フロンターレサポーターの皆さんにとっては本当に楽しい一週間になりますよね。一緒に盛り上がっていきましょう。そして今日ですね、陰から進行をサポートしてくれる MC はスタジアム DJ でおなじみの林武さんです。林さんよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。林さんは上の放送室から支えてくれます。そして今年も一緒にこのステージでファン感の MC を務めてくれる方をご紹介しましょう。川崎フロンターレクラブ特命大使の中西哲夫さんです。大きな拍手をお迎えください。中西さんよろしくお願いします。お願いします。中西さん、こういう暑さ慣れてますか？大丈夫ですか？いや、もう全然大丈夫です。僕は観客が1000人も入っていないヴァンフォーレ甲府で試合をしたことがあるので、はい、その時スタジアムの温度42度だったんですけど、はい、そういうところでやってますんで。そっか、甲府のしかもキックオフが12時だったんで、そういう時代です。夏ですよね、はい、夏は甲府はいつも12時キックオフなんで、ナイター設備ないから。本当ですか？はい、そういうの慣れてる。そっか、そういう時代も経てきたという暑さには強い。いや、もうそういう時代から考えると、もうこんなスタジアムができてね、うんうん、こんなメインスタンドできて、うん、でまあ、僕今ちょうど川崎市の轟緑地の、うん、再編委員会に入ってて、はい、入ってまして、でこの轟緑地の改修のことやってるんですけど、はい、新しいスタジアムのことについて、はい、おもうちょっと、まあ、うまくまだ説明できない部分はもちろんあるんですけども、もっとすごいことになるので、おみんなちょっと楽しみになりましたね。いや、もう本当にちょっと、まあ、僕はまず皆さんにちょっとお礼を言いたいんですけども、はい、やはり、まあ、26年前に僕がフロンターレ来た頃は川崎市民の方誰もフロンターレの名前知らなかったんで、今全員知ってて、ね、映画もできて連日満員で、ね、で優勝も何回もして、で世界のトップのチームであるパリ・サンジェルマンと試合をして、国立競技場の最高入場者数を更新するっていうね、もう最高じゃないです か, だからこんなチームになってくれたことが僕は嬉しいですし、それはもう全部もちろん僕の後に一緒に選手してくれた選手たちとか、それからここにいるサポーターのおかげなんで本当に感謝してますし、ただまあ僕らはここで立ち止まるつもりはないので、世界最高のクラブになるべく
それがやっぱり我々のやっぱり目指すべきところなので、世界最高のクラブ、それはあの強いという意味ももちろんそうなんですけど、サポーターの方々世界最高に喜んでもらえるクラブに我々になっていきたいと思いますので、これからもお力添えよろしくお願いします。すごい力強いお言葉ありがとうございます。中西さんももう何回目かのね、何回目かわからないくらいのファン感謝デーの MC だと思いますけれども、何回もやめたいって言ってるんですけどね、依然として続いてるんでオファーがある限りやり続けようと思ってます、フロンターレが話しません。ということで選手の準備ができたということなので、いやよかったですね、これであの本当に今日もこういった状況ではありますけれども、やっぱ開催されることは嬉しいので、ぜひとも皆さんあの楽しめる範囲内で楽しんでいただいて、あとあの本当に熱中症気をつけていただいて一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。お願いします。ここで選手の登場に先立ちご案内がございます。本日谷口選手、山根選手、脇坂選手は皆さんご存知の通り代表の活動のためお休み、はい、そして小塚選手がちょっとご家庭のご事情のため、はい、高井選手がアンダー18の活動のため、はい、山田選手は大学の活動のため欠席となります。また直近の新型コロナウイルス感染状況を踏まえて参加方法が、選手の参加方法が一部変更となっています。楽しみにしてくださった皆さんには申し訳ございませんが、ご協力いただきますように、ご理解いただきますようにお願いいたします。お願いします。さあそれではいつもの轟での試合のように、専属学園音楽大学の皆さんによるオープニングファンファーレで選手を迎えましょう。専属学園音楽大学の皆さん、よろしくお願いいたします。それではお待たせしました、川崎フロンターレ選手、監督、コーチングスタッフの登場です。ここで株式会社川崎フロンターレ名誉会長、川崎フロンターレ後援会会長でもあります川崎市福田紀彦市長より、フロンターレの後援会会員の皆様にメッセージをいただいております。では中西さん、よろしくお願いいたします。はい、本日川崎市長福田紀彦様より会員の皆様へご挨拶をさせていただく予定でしたけれども、新型コロナウイルス感染症の陽性者の濃厚接触者と特定されたため、来場して皆様にご挨拶をすることができなくなりました。そのため福田市長からメッセージいただいてますので、私から代読させていただきます。皆さんこんにちは、川崎市長の福
田紀彦です。本日は川崎フロンターレのファン感謝デーに大勢の方にお越しいただきありがとうございます。今年はやっとついに3年ぶりのリアル開催となりました。皆さんには3年待った分大いに楽しんでフロンターレファミリーの最大の祭典を満喫し尽くしていただきたいと思っています。本日この会場にお越しいただいている講演会会員の会員数ですが、なんと4万7000人を突破し、現在も過去最高記録を更新中となっております。川崎フロンターレは今シーズン J リーグ史上2クラブ目となるリーグ3連覇を目指して戦ってくれています。先日のパリ・サンジェルマンとの試合においては、我が川崎フロンターレのスター選手たちが世界のビッグクラブとの戦いを見せてくれました。新型コロナの感染拡大など大変な世の中ではありますが、川崎フロンターレの選手たちの熱気あふれるプレーに勇気をもらい、今さまざまな場面で頑張る皆様にとって困難に立ち向かうエネルギーパワーとなったことだと思います。一方、川崎フロンターレはピッチ外でも地域社会貢献活動など川崎市民をはじめフロンターレサポーターのより良い未来を作るためにさまざまな行動を行っています。全てにおいて私たちサポーターが誇れる J リーグ王者川崎フロンターレ26周年フロ周年のファン感謝デー、あの上りプロデューサーの演出のもと間違いなくワクワクした内容になっていると思います。皆さん、 J リーグ最強の宴を存分にお楽しみください。結びになりますが、クラブサポーターにとって今年がより一層思い出に残るシーズンとなるよう、シーズン後半戦みんなで一緒に川崎フロンターレを全力で応援しましょう。以上です。福田市長からのメッセージでした。続いて株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長吉田明宏よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当に暑い中、これだけ大勢の皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。この2年間コロナの影響で皆様に直接感謝の気持ちをお伝えする機会ができず、選手スタッフ一同大変残念に思っておりました。そして今日3年ぶりにここの轟でファン感謝デーを開催する運びとなりました。この2年間の思いも乗せて、皆様に熱いパフォーマンスをお見せしたいと思っております。とはいえコロナの感染が最近また拡大しております。皆様ご承知の通り今月に入って2試合延期となってしまいました。そういうこともあってですね、来週から再開する、公式戦に向けてですね、今選手たちは細心の注意を払いながら、感染予防対策をしております。ということで、本日、予定しておりました、選手一人一人がですね、皆様と、向き合って、ご挨拶を、できる、ブースも用意していたんですけれども残念ながら、中止とさせていただきました。ご理解いただければと思っております。その分今日はステージパフォーマンスで思いっきり頑張りますので、熱いご声援をよろしくお願いします。そして最後に今年も特別協賛いただきました株式会社エバラ様、そして飲食ブース、各出店ブースをご協力いただきましたスポンサーパートナーの企業の皆様、本当にありがとうございます。それでは2022年ファン感謝デースタートします。吉田社長ありがとうございました。続いて代表選出のため本日欠席のキャプテンの谷口選手、副キャプテンの脇坂選手、山根選手のビデオメッセージをご覧ください。ファン感にお越しの皆さん、こんにちは。谷口翔吾です。山根美希です。脇坂康です。今年は久しぶりに轟でのファン感開催だったので、参加したい、気持ち
持は強かったんですけど、日本代表としての活動があるので、残念ながら参加できません。非常に残念ですけど、やっぱり選手、スタッフ含めていろんな準備をしているので、いろいろ注目はしているんですけど、まあ、やっぱりステージメンバーのみんなにはすごく僕自身は期待しているので、みんなを楽しませてほしいなと思っています。他ありますか？僕はそれで言うと安藤選手、いつもファンカンでの輝きっていうのは凄まじいものがあるので、まあすごいことを今年もなんかやってくれる、やってくれるんじゃないかなって楽しみに期待してます。いいよ。僕はいつもめちゃめちゃ面白い速さとか仲良くてるんですけどめちゃめちゃ盛り上げてくれるんじゃないかなと。確かにそうですね、はい、思います。速さが後輩だし、期待してます。やっぱ高卒全員枠っていう噂が高虎とかも確かにそうですね。なんか面白いみたいなんで、皆さん期待して、いいんじゃないかと思っています。それでは皆さん、ファンカンを思いっきり楽しんでください。僕たちも日本代表として精一杯頑張っていきます。谷口選手、脇坂選手、山根選手のビデオメッセージでした。なんか自分たちが出ないから言いたいこと言ってるね。そうね、ちょっとふてくされてる感じも見えたような気もしないでもなかったんですけど、どうですか、違います？言われた、振られた方は大変ですよね、もう ね、ちょっと名前出てきた選手、ちょっとハードル上がっちゃいますけど。まあまあまあ、それでもちゃんと乗り越えていきますから大丈夫ですよ。ね、乗り越えてください。まあ、あと3人はちゃんと日本代表の試合で、そうですよね、はい、活躍してくれますから。今日ね、活躍してもらわないとね。はい、さあ、それでは、早くもこのコーナーがやってきましたが、毎年恒例のね、はい、つかみの挨拶なんですけども、はい、まあ、毎年数々の選手がハードルを乗り越えてですね、はい、このプレッシャーを乗り越えてここで笑いを取った選手は大体成功していると。そう、そうですね、はい、こういう場でいかにサポーターの心をつかめるか楽しみですけどもハードル上げましたね。いや、もちろんです。上げていってさらにそれを超えていくのがフロンターレですからね。ですよね、はい、今年のつかみの挨拶はですね、エイラが高虎選手、そして五十嵐太陽選手です。皆さん大きな拍手でお迎えください。今年は小林優君がね、ラインライブやってますけど。そうですね、はい、昔健吾さんがラインライブやってたのを引き継いでね、引き継いでくださってますね。いや、もう2人、じゃあもう準備 OK ですか？いけますか？ OK、 じゃあ早速、じゃあいきましょう。お願いします。はい、どうも。川崎の高虎と太陽です。お願いします。お願いします。なんかこうやって人前に立つとめっちゃ緊張しちゃうんですよね。いや、緊張するよな。 YouTube とか上がるしな。あ、やばい、やばい、緊張してきた。お、大丈夫か、大丈夫か。いや、それ家長のアップ。いや、アキさん気絶しながらボールキープしてるって半端ないって。どうしよう、どうしよう、めっちゃボールキープしてる、やばい。こうなったら川崎フロンターレのあるあるを言うしかない。はい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 、あるある探検隊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 。いやー、ここでなんか人は人を波ビッグウェーブ起こすしかないね。いやー、笑いのビッグウェーブ起こそうぜ。フロンターレあるある行こうか。そうだな、行こう。はい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 、のぼりのドライヤー長すぎる、あるある探検隊、あるある探検隊。いやー、のぼりさんドライヤー長いよね。いやー、マジ長すぎてあそこロッカールームみたいになってるもん。じゃあちょっともう一つ行こうか。もう一つ行こう。はい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 、あらら取ってる、あらら探検隊、あらら探検隊。いや、お兄さん年々太ってるよね。いや、そうなんよ、優勝してめっちゃええもん食ってんちゃいますの。いや、ちょっとあと一個言いたいのあるんだよ俺。いや、俺も最後めっちゃ言いたいもんあんねん。え、あれあれあれやんな。よし、行こう、あらら探検。あ、違う。はい、はい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 、安藤ファンカンシャシャリ勝ち、あるある探検隊、あるある探検隊。ありがとうございます。
はい、ちょっと犠牲になった選手たちが多々いますけど、監督も犠牲になってましたけど。まあ監督をいじるのはねよくあることですけど、家永選手までねいじられてて、あのキープがなかったらフロンターレどうなってるんだって話ですからね。そうですよね。はい、登里選手のあの髪型は今日すんごい時間かけてやってきたんだろうなっていうのもありますし。そんなドライヤー長いの？みんなめっちゃうなずいてたけど選手の皆さんがうなずいて、まあ、あんちゃんはしゃしゃってくれて OK ですよ。今日もねしゃしゃってくれるんじゃないかな。ガンガンしゃしゃってくれて OK ですよ。そうですよね、はい、そういう選手がフロンターレで前に出ていくんですから。そうですね、はい、十分十分、はい、できれば鬼が一番前に出てほしいけどね。鬼木監督、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは特別協賛エバラフロ周年だよ全員集合、川崎フロンターレ2022ファン感謝デー開幕です。コーチングスタッフの皆さんは一旦ご交換ください、ね、はい、サポーターの皆さんはその場でお待ちください、はい、この後はですね選手によるブース PR コーナーとなりますが、はい、その前に激アツライブの激アツゾーンのお知らせを、はい、もうやっぱいいですねライブは。このフロンターレのファン感まさにっていう、いやめちゃくちゃ笑いましたね、はい、じゃただのぼりのドライヤーが長すぎるわ、うん、本当に中の人しか笑わないやつです。最初あえそうなんですかって、いやそうなんです、のぼりは本当に長いんです。あそうですか、多分2人も多分感じてたんでしょうね。あめっちゃ僕は笑いましたけど , 笑ってたでしょだって、うん、笑ってよく見てるわ家永さんを、家永選手を、まあ、やっぱり最年長をいじるっていうのはね、もうこのクラブ僕もよくやられましたから、はい、もうあの2人はもうここから化けてきますね。多分 ね、やっぱりこう新しく入った人の登竜門として、いや本当にここで、まあ、この後ステージ、うん、ゲームもそうですけど、うん、ここでこうはっちゃけることで殻を破る選手が過去に何人もいましたから、いらっしゃいましたよね、はい、なので今回もね若い子たちに期待したいなっていうふうには思いますし、まあ、このつかみの挨拶も、うん、やっぱ目の前にサポーターの皆さんがずらーっている中でやることに意味がある、はい、可愛かったです。途中ちょっとあるあるってなったの。お母さんみたいな。そうそうそうもうついに母の気持ちになってきましたよ。いやなんか見ててドキドキしました。ドキドキしたもん、ね、緊張してきちゃった。大丈夫かっつってね。ね、素敵でしたね。いややっぱいいですね。うん、ただしまあ一番今光が当たる時間帯ということで、暑いと思いますけどね。この後どん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 、まあ、気温とともに選手のね、はい、あのテンションも上がっていって、いや上がっていくと思いますよ。心なしか長井哲夫さんのテンションもちょっと上がってきてますから。そうそう、はい、最初の話してる時すごいちょっと暑そうでしたけど、ちょっと首が斜めになってましたけど、はい、やっぱり選手たちがどんどん出てきて、はい、ああいう若手がつかみのコメントを残してくれたことでちょっとテンション哲夫さんも上がってますから、うんうんうん、盛り上げてくれると思います。はい、楽しみにしましょう。で、この後なんですが、うん、ステージ上では今次の準備が進んでいる状態、ご案内なども進んでいる状態ですね、はい、で、いろんな場外の飲食コーナーのご紹介などなどいろいろあるようです。はい、今日ってこれ会場の皆さんにはどれぐらいステージの内容バラされているというか情報が出てるんでしょうね。ここではひとまず何も言わずに行きましょうね。僕も知らないですよ。あ、じゃあちょっと、え、そうなんですよ、ずっと思ってた台本ないんですよ僕のところに。そっか、私だけ今日、山口さんのところにはあるんですけど、私の手元には僕のところに何もないんですよ。今日の一応の情報は届いてるんですけど、はい、そうだ、さっきあの健吾さんはいいよねって言われてました。5分前に雑に言われてるんで。そうだ、はい、そうだそうだ、まあ、なんとかなるっしょみたいな感じで、はい、まあ、なんとかなるんですけど、いつものことで、はい、もう進行だけは本当に、はい、僕は本当にあのチャチャを入れる。じゃあありがとうございます。あ、今日あの小林優選手がラインライブの方、はい、担当されてますね。もう早速タスキが逆になってましたからね彼は。本当にそういうとこだよねって。あのステージにみんな登った後にそそってタスキの向きを、多分僕もラインライブ見てたんですけど、はい、多分コメントに多分逆って書かれてたんで、多分自分で見てあってなっ35歳ですよもう35ですよ。もうまず最初の時点で分かんねえかなっていうのはまずあります、ね、まあ、彼の場合は本当にいろいろ、もうここでは語り尽くせないエピソードありますから。あ、そうですか。もう後半始まってね、うん、試合の時に、はい、逆のとこ行っちゃったりとかありますから、はい、
でもあのなんだろう、もうやっぱり後半だし目はバッキバキなんですけど、バキバキギラギラしてますからね、ギラギラしてて逆サイドいっちゃいますから、そのギャップがたまりません。そうそう、大好きです、まあ、本当に得してんだか損してんだかみたいなキャラクターですからね彼はね。いいですね。いや本当ラインライブもやってますから、はい、両方を見ていただけるとね、この YouTube チャンネルと。忙しいですね。そうなんですよ、僕もだから大忙しいです、ね、忙しい、はい、私たちも LINE ライブも見出てる本人が大忙しい、はい、LINE ライブ見なきゃいけないから ね、うん、あしかももうあの YouTube の方も、はい、コメントがもうじゃんじゃか、はい、じゃんじゃか大森さんに、あ大森さんじゃなくて大森さん、やはりあの皆さん大森さんのことご存知のようで有名なんだ、うん、大堀さんと勘違い、カメラマンではないですよね、そのオフィシャルカメラマン、オフィシャルカメラマンの大堀さんではなくて、今目の前で YouTube チャンネル、まさに僕らを今映してくださってるカメラマンさんが大森さんですか、大きな森の大森さんです、はい、なんでもう一回言いますよ、もし誰かが見たい場合、どこかのブース見たい場合は大森さんの方に一言コメントいただけるといただけます、はい、パーンと行きますから、今日カメラが大きいんです。今日いつになくカメラが大きいんです。いいカメラです、いいカメラです、はい、あさっきあのケンゴさんのアップをお願いしますっていう、いやいらないでしょ、いらないでしょ、いくつかありましたけどアップ、ちょっといやいらない、いらない、せっかくなので一度くらい寄って41だからね俺も、皆さん今日私驚いたんですけど、はい、あのケンゴさん朝ね下であよろしくお願いしますってお会いした時に、はい、あピンクのマスクつけてらっしゃるんだってすっごいね、あの違う今日の家になかっただけ、かわいいピンクのマスク、ね、はい、ね、しかもちょっとくすみピンクと言いますか、大森さんおしゃれなね、寄りすぎですね、大森さん、はい、大森さん41なんで本当に今日は何も塗ってないんで本当に勘弁してください。でも、はい、あのほらメディアに出ることもいろんなあの配信なども出られることもあるんですけど、そうですね、はい、おかげさまで、はい、美容とかはいかがですか。美容一貫して変わってないです、現役の時からもう洗顔して化粧水して乳液するっていう、あでもやっぱそのセットはあるんですね、化粧水ありますあります、ね、ありますと思う、はい、やっぱりお肌のもういいんですよ、僕の肌の話なんか誰も聞きたくないからもう選手の出店ブース PR 行きましょう、すいませんすいません、はい、ではここからあ始まります、ステージでは選手の出店ブースの PR のコーナーが始まります、すごいですね、初じゃないですか試みとしてはね、選手が PR ですので誰がどんな PR するのかお楽しみください、お楽しみください、そうですね、いただきたいと思います、はい、もらえていきましょう。ではまず場外の飲食コーナーからです、家永明宏選手にご登場いただきましょう、はい、お願いします、どうぞ、もういきなり家永選手、お風呂の恋人ロッテさんのブースでは先着1000名の方にソーバニラを無料で配布していましたが、こちらは好評につき終了となりました。 J リーグ戦の合間で行うファン感謝デーは休憩しよう、そうしようのキャッチフレーズのもと、サポーターの皆さんも一緒にソーを食べて息抜きしましょう。はい、ということで本当はここで家永選手に試食していただく予定だったんですけど、アイスを食べてもらう予定だったんですけどなくなったんですよね、試食すらない、はい、食べたかった、何アイスが好きですか家永選手は、俺モナカとか、アイスクリーム系が好きです、アイスクリーム系、はい、氷系じゃなく、そうです、クリームベタベタな感じのものが好き、意外ですね、いやさっきつかみの挨拶でネタになってましたけど、はい、ああいうのネタにされる側としてはどうなんですか。いやなんかさっき練習してたんで、はい、何すんのって聞いたら、はい、教えてくれなかったんですよだから俺のことを言うんかなと思ってたんで、はい、なんか嬉しいです、あ嬉しいですか、はい、やっぱね、ネタになるってことはね、はい、まあでも実際試合でも、まあ、鉄壁のボールキープだったり、まあ、チームの流れを変えるプレーが多いと思うんですけども、はい、どうですか実際パリ・サンジェルマン戦、まあ、まず僕もインスタグラムで、はい、いいねさせていただいたんですけど、ストーリーで上げてましたけども、まさかのメッシとエンバペの間っていうあの立ち位置はいかがだったんですか。そうですね、立ってたら、はい、右側にメッシ歩いてたんで、はい、肩組んだらそれに気取られて左向いたら左エンバペやったんですよ、はい、奇跡やなと思って家長、はい、さんでもちょっと嬉しかったんですか。いやめっちゃ嬉しかったです。おお、はい、スタジアムでも大型ビジョンに家長選手がニッコニコしてエムバペ選手とメッシ選手に挟まれてるところが抜かれて、場内からおおって声が漏れてたんですけど、あれ聞こえました。なんかそれ終わってから言われたんですけど気づかなかったその時は、はい、すごいなんか
初めてこれぐらいの笑顔を見たっていうぐらいの家永選手の笑顔でした。そうですか。まあでもやっぱりサッカー選手としてね、やっぱり素晴らしい選手と一緒にプレーできるの嬉しいですもんね。そうですね、本当に童心に帰りました。はい、はい、あとはそのどうですか、実際今日もあのつかみの挨拶でやってましたけど、はい、あのボールキープについてはそのパリ・サンジェルマン相手にも、はい、家永さんは全然普通にやってたと思うんですけど、はい、彼らのプレッシャーってどう感じました？やっぱりプレッシャーいつもよりすごかったですし、はい、体もやっぱ大きいので、うん、まあなんか圧力みたいなのは J リーグでも全然ありました。じゃああの試合の経験は、はい、この後の J リーグにも行きますよね。そうですね、本当に生かしたいですね。はい、はい、まあ、あれ以上強いチームはなかなかないと思いますから。そうですね、はい、頑張ります。この後もまた素晴らしいパフォーマンス期待します。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続いての選手にご登場いただきましょう、はい、ジョアン・シミッチ選手です。はい、お願いします。シミッチ選手、ブラジル選手も大絶賛しているブラジルキッチン、今日も登場しています。いつも長蛇の列でプロサポのお腹を満たしてくれています。今日はですね、シミッチ選手に代表して串焼きを召し上がっていただく。シミッチ選手はちゃんとこれは試食がある。はい、大丈夫です、座ってください。これ清水選手が試食するものは、中山さん、これ通訳、中山さんお願いします。これはどういうものなんですか？串焼き、お肉です。お肉さ、誰でも分かるじゃん。どういうお肉？いや、あの今ジョアにこれ何の肉かなって聞いたら、はい、じーっと見て肉、あの清水に肉どういう部位か聞いてください。わかんないです。多分牛肉ですね。わかりました。じゃあ牛肉をじゃあ試食していただきましょうか。はい、多分ですけど牛です。繰り返して繰り返して繰り返して。はい、あの多分高級なお肉なんじゃないかなと思います。はい、じゃあご飯あの食べていただいて、一口お願いします。困るよね、こんな食べさせられて。口の中入ってて。結構いい仕事されてますね。ああ、いい仕事をされている。いやすごい、なんかグルメレポートでいきそうですね、さすが。めちゃくちゃ美味しいらしいです。 OK です。よかった、進んでますね。はい、じゃあもう一度ブース名を言っていただいて、ね、どこで売ってるか。ブラジルキッチンのもしあれでしたら、あの、はい、住所をお伝えするんで、あのいつも送っていただければありがたいなと。これをシミッチ選手のお家に。あ、それぐらい。お、完食されました。おいしい、ありがとうございます。あのシミッチ選手、あの今たまたまブラジル料理食べましたけど、日本の料理は好きなものあるんですか？なんかNão gosto bastante de comida japonesa. Eu como de tudo. Pra mim é tranquilo. Eu costumo experimentar de tudo. E eu gosto bastante da comida japonesa. あの自分にとって日本食本当に問題なく、はい、何でも食べられるんで、はい、あの結構いろいろと試食して、はい、いろんなものを食べてますし、はい、本当にあの僕から見ても日本人じゃないかっていうぐらい日本食食べてます。へ、はい、そっか。さあ、 あの後半戦これから始まりますけど、もう清水選手の活躍なくしてフロンターレの3連覇はないと思うんで、意気込みをお願いします。Nosso objetivo é conquistar esse título, né, para bater esse recorde aí de 3 títulos da J-League seguidos, né?E nosso objetivo é trabalhar firme para que a gente possa ganhar os jogos, para que a gente possa somar pontos, estar sempre em cima da tabela e conseguir o título no final da temporada. あのもちろん言われた通り、本当にあの今シーズン J リーグ3連覇、大きな歴史をまた塗り替えるチャンスがここに来てますので、自分たちはそのタイトル取るためにここから一つ一つ一試合一試合しっかりと勝っていって、優勝争いまずはそこですね。その結果最後に自分たちが3連覇成し遂げられるように頑張っていきたいと思ってます。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。清水選手でした。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。
吉道選手も多分リアルファン感は初めてですよね。そうですよね、多分トドロキルのファン感。そうですね、ぜひ一緒に楽しみましょう。OK、ありがとうございます。吉道選手、ありがとうございました。ありがとうございました。では続いての選手をご紹介しましょう、はい、車屋慎太郎選手です。車屋選手には、ね、車屋弁当をちょっと PR していただきたいんですが、こちら大阪の枚方名物鳥重弁当、大阪府枚方市枚方名物、こちら SNS などでも皆さんご存知かもしれませんが、ファン館でついに登場します。本日はなんと好評につき完売をしているのですが、俺もちょっとめちゃめちゃ興味これあるんだけど、おもむろに枚方名物鳥重、ねね、あの車屋さんっていうお店で出しているところから車屋選手といろいろつながってっていう感じですよね。そうですね、実は初めて食べるんですけど、初めて食べるの？やっとかって感じ、はい、こんなになんかいつも一緒にやってる風なのに食べたことない。いつ来るんかなと思ってたんですけど、やっとまさかのファン館でステージの上で全員に見られて食べるっていう。まさかこんなことになると思わない。食べづらいけど、はい、まあ、ちょっとあの準備していただいて食べて初実食をね、はい、いやだってね、ちょっと開けていただいて、これご親戚じゃないんですよね。だってね、違うんですよね。全然知らないです、ね、すごいやっぱ縁だよねこれも ね、 ね。さあ小林優選手がね撮ってますけども、撮ってますよ、ラインライブで。小林優選手は今年あの永村健吾さん頼まれたわけじゃなくて、自らちゃんとこうラインライブのカメラ持ってくれてるみたいですけども。ありがとうございます。まあちょっとね、クルマ選手がこれ食べるの初めて、ちょっとなかなかないショットですから。なんか背番号の7って書いてありますね。7って書いてあるね、ちょっと、はい、これたまたまボクシングなんて書いてありますけど、まだ実食されていない方はですね、これちょっとあの大阪に行った際はぜひ食べてみてください。小林優に見せてくださいこの絵面、うまそうだね、本当に鳥重弁当です。お、美しい。ちょっとあの鳥重も普通ね、鳥重って厚めのお肉なんですけど、綺麗にスライスされてるね、だから食べやすいと思いますけど。じゃあ上に海苔も乗ってますが、早速どうぞ。まず鳥を食べていただいて、ご飯も食べて。めっちゃやりづらい。マイクに持ち替えてっていうの緊張します。いやでも本当美味しいですね。あ、美味しい、はい、おー、でも売り切れだからな、みんな枚方に行ってほしいな。ねえ、枚方でもきっと今車屋選手が食べてくれてるの見て喜んでますよね。いや、多分、はい、本当夢が叶いました。夢が叶いました。この表情すげえ、ちゃんと欲しいコメント言った。どうな、車屋選手はさ、はい、そのあんまり普段喋んないじゃないですか。いや、そんなことないです。本当、はい、そんなことないんですか。そんなことないんですか。はい、仲いい人とは結構喋ります。あ、車屋軍団が形成されてるくらいですからね。あ、まあまあ、じゃあ心開いてる人は喋るんだ。あ、そうですね。あ、そうですね。あとあの僕いつも思ってるんですけど、その僕結構最近よくインスタのストーリーを更新してるんですけど、はい、僕のインスタのストーリーをめちゃめちゃ早く見るのは車屋選手なんですよ。あのね、脇坂泰人と車屋慎太郎がめちゃめちゃ僕の LINE のじゃあインスタのストーリーを早く見てくれてるんです、いつも。あ、車屋イベントの方がいらっしゃってる。大阪から来てくださったんですか。大阪から、枚方から、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくてご満悦でした。あ、ご満悦です、ありがとうございます。なんかインスタめっちゃ早く見るね。そうですね、自分は更新はしないんですけど、はい、結構チェックはしてます。いやだからちゃんとインスタ見てんだなと思って、はい、見てます。できればみんなも喜ぶのでたまに更新してください。そうですね、はい、時間があればやりたいと思います。わかりました。車屋選手のブログも皆さん更新するのちょっと楽しみにしてるんで。いや、はい、本当ですよ、車屋さんが更新した時にみんなのニュースになるぐらいですから。そうなんです。あ、慎太郎更新したみたいな。結構最近忙しくて。あ、はい、まあそうですね、いろいろありますからね、時間があればやりたいと思います、はい。まあ、ちょっと後半戦これから始まりますけど、はい、まあ、ここからぶっちゃけまだ2試合消化してない試合もあるし、巻き返せると僕は思ってるんですけど、いかがですか優勝に向けて。そうですね、まあ、本当、まあ、選手も復帰してきて、うんうん、これから本当ポジション争いが厳しくなると思うので、うん、まあ、それ負けないように頑張りたいなと思います、はい。まあ、それが結果で、ね、優勝につながっていくと思うし、はい、まだまだ全然優勝のチャンスありますもんね。
そうですね、まあ、全然問題ないと思いますし、はい、これからしっかり、勝ち続ければ問題ないかなと。はい、まあ、じゃあ10連勝15連勝ぐらいしていただいて、はい、ガツンと最後、はい、突き抜いてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。車屋弁当を食べて車屋弁当ブースを PR してくださった車屋選手でした。ありがとうございました。こういうとこ多いと思うんだけど、多分本当はもっと食べたいと思うんで、これは車屋選手とかで持っててください。このままちょっと車屋選手に私に聞かれてください。まだ一口しか食べてなくてかわいそうっていうせっかくだったらもうちょっと食べてほしいっていうね。いやすごいちゃんと、あ、これはちょっと置いててくださいね、このマイクのやつだけ。すいません。はい、ということで ちゃんと拭いてね、はい、今日はねマイクもマイクフォローとかもできないのでね、選手にはみんなマイクを持ってきてもらって自分でお話ししていただくっていう感じでやっております。我々の台本もですね今日全部いろいろ変わって継ぎ足しになってる、継ぎ足しになってますね。じゃあ続いての選手をお呼びしても大丈夫でしょうか。はい、行きましょう、はい。今年もエバラ食品工業株式会社さんのご協賛のもと特設ブースを出展しています。こちらをご紹介いただけるのはチャナティップ選手です。はい、ありがとうございます。通訳のナイトさんも一緒にお願いします。こんにちは。こんにちは、皆さん。いやちょっとなんか、ね、ブースにお越しいただいた方に黄金大豆馬ニンニクを無料で配布していたんですが、こちらも終了となっています。いやもう本当にね、エバラさんはフロンターレがまだ全然優勝してない頃からずっと協賛してくれてて、本当にありがたいし、まあ、あとはね、もうタイの英雄であるチャナティップ選手がフロンターレに来てくれて、うん、でね、フロンターレ1位になってくれること本当に嬉しいと思ってるんですけども、まずチャナティップ選手に聞きたいんですけども、このファン感謝デー、この規模とこのイベントについてどういうふうに、どうですか、どういう印象を持ちましたか。รู้สึกดีใจมากๆครับที่มีแฟนๆอบอุ่นขนาดอากาศร้อนแต่แฟนๆทุกคนก็เข้ามาแบบให้กำลังใจแล้วก็มาเหมือนกีฬาสียังไงไม่รู้ครับこういう暑い中でね、サポーターの皆さんが駆けつけたことが とても嬉しく思っています。僕も今年初めての参加で、幸せに思っています。そしてこの今目の前に置かれているこのエバラの焼肉のタレはですね、このフロンターレのファン感謝デーをずっとスポンサードしてくれている、企業なので、まあ、食べることはできないんで香りぐらいちょっと嗅いでいただいて歌を上げてあ、でも蓋が開いた。そう、わざわざ蓋まで開けてる。さすが。もうね。なんかタイにもこういう焼肉のタレとかあるんですか？あるんですか？あ、いい匂いですね。もう一回言って。いい匂いですね。タイにこういう焼肉のタレってあるんですか？ที่ไทยอาจจะมีครับ、แต่エバラあちゃあろいこわ。タイもありますけど、エバラさんの方は多分美味しいと思います。さすがだ。さすがだ。模範的なコメントだ。この川崎に来てこうどうですか？ご飯、日本のご飯いろんなもん食べたりしますか？あはん、あろいかっ。เพราะว่าตอนกลางวันก็จะกินที่สโมสรครับ。แต่ตอนเย็นคือผมเองก็กินอะไรไม่ออกก็กินอยากกินนิกุครับお昼は練習後クラブの食堂で食べてるんですけども、そうですね、美味しい食堂でね、で家帰って一人で毎日焼肉食べてますさあ、そしてまあ選手としてはもちろんこれからプレーでさらに貢献してくれると思うんですけども、まだまだチャナティップ選手の本領を発揮されてないというふうに僕も思ってますし、この後半戦で躍進するためのキーマンの一人はチャナティップ選手だと僕は思っていますけども、シーズン後半に向けて優勝に向けて一言お願いします。ครับก็แน่นอนว่ายังเหลืออีกหลายนัดที่เราต้องทํางานหนักนะครับพวกผมเองและผมเองต้องเอาชัยชนะเพื่อแฟนบอลคอนทาเล่ให้ได้ครับแล้วก็แฟนบอลชาวไทยก็คอยเชียร์ทีมของพวกเราอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่
ทุกคนคอยให้การสนับสนุนพวกเรามาเป็นอย่างดีผมเองก็จะทำให้ดีที่สุดทำให้มีส่วนร่วมกับทีมให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของสโมสรให้ได้ครับ後半戦もね、まだ試合がいっぱいありますので、ファン、サポーターの皆さんのために、チームのために、自分が持てる力を、出し切って、全力尽くして頑張っていきたいと思いますし、日本のファンのサポーターだけじゃなくて、タイで見てるファンサポーターにも、フロンターレいっぱい応援してくれてる、サポーターもいますので、すべての人に、全力でプレーしたいと思います。はい、ありがとうございました。チャナティップ選手でした。 PR してくださいました。チャナティップ選手でした。ありがとうございました。エバラ最高ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もういい人です ねなんか最高ってちゃんと言いながら今ちゃんと 蓋の内側の内キャップを開けた。いやいや、内キャップの内側のちゃんとタレだけ舐めて帰りましたからねちゃんとタレだけ舐めて帰りました。内キャップのいい人すぎる、いい人すぎる。いや、めちゃめちゃいい人ですよね。もうさあ、続いてなんですが、サントリーブースをご紹介していきます。はい、オフィシャルパートナーのサントリーは本格ビールで糖質ゼロ、パーフェクトサントリービール 350ml 缶1400本と、今年の夏限定販売されるノンアルコールサワー、ノンアル晩酌塩レモンサワー 350ml 缶600本の無料サンプリングを実施していたのですが、こちら終了となっております。また自動販売機、もうないの？そうなんですそうなんですよ。また自動販売機へ商品補充体験ブース、ガチャ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 ってあの自動販売機にジュースなんかを入れる、それを体験できるブースも設置しています。あ、自分で補充する方ね。そうなんです。あのお兄さんがよく補充してくれてますよね。あれやってみたい。確かにあれをやってみたいですよね。 あれを体験できるブースも設置しています。また体験いただいた方には選手サイン入りボトル先着60名様、グリーンだからトートバッグまたはお皿をプレゼントいたします。サントリーブースにも皆さんぜひお越しください。はい、なんだ俺飲めると思ってめちゃめちゃ期待してたのにしかもこれ飲めるかなと思ったら非売品って書いてある。非売これは飲めないやつですね。なんか中西さんビールのなんか、あ、注ぎ方、注ぎ方コードみたいな、ビール工場です、ね、ビールの注ぎ方を教えてます缶ビールを美味しく飲む方を教えてます、ね、だったらなおさら飲みたかったでしょうけど、ちょっと今日はサンプリングは終了しています。はい、サンプリングで、はい、ありがとうございます。サントリーさんブースです。あの皆さん、あのちょっと本当暑いのでできれば水分をうまく補給しながら楽しんでいただければと思います。はい、はい、ではここまでが場外の飲食コーナーでした。はいはい、今ご紹介したブースではファン間限定のトレカも配布中です。トレカはなくなり次第終了となります。場外飲食コーナーはメインスタンド前広場に7店舗、はい、バックスタンド裏広場に8店舗出店しています。ぜひお立ち寄りください。はい、さあ続いても選手にご登場をいただきましょう。続いては場内の飲食コーナーとなります。ではこれは置いたままでいいのかな。はい、では続いての選手をご紹介しましょう。丹野啓太選手です。どうぞ。お願いします。丹野選手の前にも何か来ましたよ。いや、丹野選手すいません、はい、ちょっと大きいんですけど座っていただいて、ね、ちょっとご紹介させてください場内メインスタンド売店利久さんは丹野選手とコラボ、はい、花より団子ということを仙台出身の丹野選手とかけたファン間限定商品花より丹野ブースがございます。味は3種類、くるみ、醤油、粒あんの各250円で販売をしております。くるみ、今3種類の団子が、はい、あの普段は甘いものは丹野選手食べますか？少し食べます。あんま食べない、はい、ああ、じゃあ今回こういうものをいただくのは初めての感じですか？いや、初めてじゃないですけど。いや、じゃなくてその団子はよく食べます？あ、団子はあんま、なんかね、選手ってあんま食べないじゃないですか、団子って。けど和菓子は多分体にもそんな悪くないんで。そうですね、はい、試合前とかも置いてあります。ああ、そうかそうか、はい、じゃあぜひ、何食べます？みたらしか粒か、そう、くるみか醤油か粒あんっていうことなんですが、ちょっとお好きなのをお一口いただいて、はい、何がいいですか？みたらしいきます。みたらしいきます。はい、じゃあみたらしいきましょう。じゃあちょっとマイク置いていただいて大丈夫です。ちょっと飛び、はいはい、風が
強いので、まあ、確かに選手は口に入れるものは全てチームがコントロールしていると言っても過言ではないので気をつけているとは思いますけども、やっぱり甘いものなんかもシーズン中は、いや、まあ、もちろんさっき言った和菓子なんかはすごく我々も食べさせていただくんですけども、もちろん。じゃあ行きましょう、カメラ目線で丹野選手めっちゃカメラ目線、大堀さんめっちゃ撮ってるよはい、このなんかね、みたらしのあんの方もちょっと美味しそうじゃないですか、すごくね、すごく美味しいです、めちゃくちゃ柔らかいです、柔らかい、おお、なんか暑い日にも、そうですね、さっぱりね、はい、食べられそうですもんね、はい、じゃあこれは場内ブースで食べられるということなんですけども、はい、花より丹のブースですね、はい、どうですかこのネーミングは、ネーミングはいかがですか、花より丹の、本当はブースに来たかったですね、そうですよね、はい、まあそうですね、本当はね、丹野選手、まあ、普段もちろん試合に出たいという気持ちはもちろんあると思うんですけども、ベンチから試合に守っている中で点が決まった時に丹野選手がめっちゃ嬉しそうにベンチから出ていくのは僕はすごい好きなんですけどやっぱ自分 の、 そのプレーだけじゃなくて選手、ピッチでプレーしている選手たちの素晴らしいプレーっていうのはやっぱこう自然とこう喜びが出ちゃうものなんですか、いくらベンチに座ってでも、そうですね、やっぱりこうチームの勝利がやっぱ一番だと思うし、はい、まあ、本当にこうチームタイトル取りたいという気持ちでやってるんで、そこはまあ素直に嬉しいし、やっぱ そういう雰囲気をやっぱチームで作りたいなという思いもあったりします、はい、それはめっちゃ伝わってきますし、まあ、もちろんね素晴らしい、まあ、チョン・ソンリョンというゴールキーパーがいるわけなんですけども、もちろん丹野選手がいつも準備してるからこそソンリョン選手も頑張れると思うんですけども、まあ、ご自身のプレーについて、ここまでについて、まあ、このシーズン半分終わりましたけどいかがですか、いい準備ができているという言えますかね、そうですね、ずっと、コンディションよくやれてますし、まあ、今年まだ天皇杯の1試合しかチャンスはなかったですけど、いつチャンスが来てもいいように、チームのために自分のためにやりたいなと思います、はい、ありました、優勝も期待してますんで、はい、はい、ありがとうございました、はい、サポーターの方々にありがとうございました、最後一言だけサポーターの方に一言お願いします、はい、3連覇ルヴァンカップ、みんなで喜べるように、また頑張りましょう、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございました、丹野選手でした、拍手を送りください、丹野選手が試合に出るときは私たちも喜びます、はい、ね、本当にいつもね陰でしっかり努力してる、ね、丹野選手ですからね、交代で出ていく選手もの背中もね必ずパンって叩いてね送り出していらっしゃるんですよね、素敵だなといつも思いますけども、お続いても、はい、手ぶれに参りました、ご紹介しましょう、続いてはファンキーズをご紹介いただく山村和也選手です、お願いします、お願いします、山瀬タンという担々麺がこちらにございます900円で販売しておりまして、ファン缶限定ニンニク味噌もやし山盛りでお値段そのまま900円で販売をしています、ファンキーズさんです、はい、座っていただいて、はい、山村選手こちらもフロンターレに巻き込まれちゃってる系だと思いますけど山村の山と混ぜたんを完全にくっつけられちゃってます、そうそう、もやし山盛って山盛ですね、はい、フロンターレのこのやり口についてはいかがですか、やり口丹野さんのやつがもうなんか流れ的に、あ、丹野さんの団子かとかやっぱなりますね、はあ、さあ普段はどうですか、やっぱシーズン中はあんまラーメン食べないですよね、そうですね、はい、あんまり食べない、はい、じゃあでもまあこれ汁がないからヘルシーなんじゃないですか、ね、汁なし担々麺のような形で、担々麺で夏にぴったりそうな感じで、ちょっとじゃあ混ぜていただいて、はい、はい、食べる準備、今日は普段なかなか食べないという担々麺を特別にごちそうとして山村選手に食べていただきたいと思います、ね、いやいやもう今日はもうむしろこれを僕は食べたいですよ、もうこの暑い、ね、暑い中なんか一番これがいいんじゃないかっていう、冷やし、お、いや結構量がおすごい辛そういやでももやしが多いからね、うんうん、多分辛みもそれで中和されるんじゃないかなと思いますけども、ひき肉ともやしと麺と、いやもうイケメンの山村選手が混ぜたんを食べるっていうね、混ぜたん混ぜたん麺、山ぜたん山ぜたん山ぜたん、じゃあ行ってみますか、どうぞ、もうなんか最近もう食べるところまで取られて大変だよね食べるところをみんなにガン見されるっていう、全員がガン見されるっていう
はい、あのお口に、はい、いかがですか、入ってからで大丈夫です、はいはい、いかがですか、美味しいです、なんか、はい、美味しいです。なんか美味しいです。2回言いました。すいません。なんかスタッフが笑ってますけど、なんか美味しいでしたくて違うこと言えみたいな顔してますけど、どうですか。他に何かコメントは。やっぱりなんかピリ辛で、はい、なんか試合終わったとかにガッて行きたいです。ああ、さすが、素晴らしいね。いいですね、素晴らしい。まあぜひじゃあ今日皆さんにね、ちょっと食べていただけに PR お願いします。難しいが。PR とか苦手なんですよね。まあやっぱり。ぜひなんかこういう暑い日はやっぱりすごく進むと思うんで、食がね、はい、食が進むと思うので、うん、ぜひ食べて帰ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、まあね、もう本当に食のレポートをするのは仕事じゃないですけども、まあ試合でいうとこの間のパリ・サンジェルマン戦はね、山村選手ありがとうございました。もうね、全世界に配信されるわけですよ、うん、ドンピシャな。どうでした。まあ決めた瞬間は、まあ、やっぱ嬉しかったですね。はい、なんかパリから点取れたんで、なんかすごいなんか嬉しかったです。取った後の、ね、表情はね、あんまり、いや、なんかめっちゃクールだったんで、すごいクールだったんですけど、はい、あれはもう1点取りに行こうっていう感じだったんですか。あ、その気持ちもありましたし、負けてたんで、まあ、また点を、何点というか、すぐ、うん、あのボールを置いて始めないといけないなっていう気持ちもありました。あったんですね。さすがですね。いや、そこで点取ったらニヤニヤしちゃいそうな選手もたくさんいるような気がするんですけど。いや、普通は満喫しますよ。瞬間を。あと実際パリの選手たちと戦ってみて、その圧っていうのはいかがでした。やっぱりあのなかなかボールが取れないんで、はい、あのプレッシャーだったりとか、こう連動してもなかなかこううまくかいくぐられたりって、うん、結構やっぱり難しかったですよ。うん。まあ、じゃあ、 あの経験がもちろん後半戦に行きますかね。そうですね、はい、この経験を生かしてあの次の試合、まあ、後半戦につなげたいなと思ってます、はい。まあ、山村選手は、まあ、ああいうセットプレーも含めて守備でも攻撃でもフロンターレに貢献してくれる選手なんで、ゴールも期待してますし、はい、鉄壁のディフェンスも期待してますので、はい、後半戦も待ってください。頑張ります。はい、山村選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいニンニクの匂いがここまでもふんふん。いや、はい、もうめちゃめちゃいい香りする。あ、大丈夫です。はい、次も売り切れ。はい、じゃあ続いて、はい、ちょっとふきふきしながらですけどご紹介していきますね。ちょっと巻き目でということなので、巻き目で、ALC キッチン、こちらタイ料理のお店をご紹介いただけるのは再びチャナティップ選手で、場内のメインスタンド、はい、チャナティップ選手とコラボしたタイ料理のお店です。普段は場外のキッチンカーで扱っているタイ料理を本日限定で場内で販売しています。チャナティップ選手もおすすめのカオマンガイが700円で販売されています。カオマンガイ、じゃあ早速食べていただきますけど、チャナティップ選手こちらいいですか、はい、食べてもらって。カオマンガイはタイではよく食べる、もちろん食べ物だと思います。意味多いね。おお、匂いが大事だやっぱり。大ラッパーの4マーカー、はい、とてもポピュラーな、ポピュラー食べ物です。わかりました。カオクイキンガンマイハップ、皆さん食べたことありますか。あ、僕はあります。あります。美味しいよね、うん、美味しい美味しい、はい、夏はいいよね。夏は最初のチームのチームは、どうぞどうぞお願いします。お腹減ってるのそう、チャナティップ選手を食べるとこみんなが見てるんです。みんなめっちゃ見てる。まあヘルシーだよねこれね、めちゃめちゃね。いただきます。めっちゃ礼儀正しいすごい礼儀正しいですね、本当に。もう愛されるよね、そりゃ。もう選手は多分今日ご飯まだ食べてないでしょうからね。おう、あろいまーくね。かとても美味しいです。おー、よかった。いいですね。やっこー、かい、ぬんまくまーチキンがすごく柔らかくて、うん、美味しいですね。おー、ほんと、めっちゃ美味しいもうめっちゃがもうネイティブなめっちゃじゃないですか日本人みたいなその笑顔で PR していただけたらきっとこの ALC キッチンの方も嬉しいですね。僕おすすめ。おー、さすが。おすすめ、ね、だんだんみんなお腹空いてますかねえ行こうかご飯ね、行こうか。
ぜひ食べてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チャナティップ選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、2回も出ていただいて。チャナ、アパイ、ドゥエダイマイ。持って帰っても大丈夫ですか？あ、もちろん、もちろん、もちろんです。どうぞ。持ち帰り OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうチャナティップ選手にあんな笑顔で PR されたら行きたくなっちゃいますよね。試合やってる時にさ、相手の選手でさ、よくチャナティップ選手ぶつかってる選手がいて、チャナティップ選手が転ばしちゃったりするとさ、めっちゃ謝ってるんだけどさ、もうその瞬間にはこの人めちゃめちゃいい人だなって分かるじゃないですか。もうそれと今一緒だった。知念選手、あ、知念どうも。知念選手ありがとうございます。、はい、続いては知念選手が PR してくださいます。とんかつ和光のお弁当販売ブースです。皆さんにもおなじみとんかつ和光のお弁当を販売しています。はい、知念選手おすすめのお弁当ありますか？和光さんで。やっぱエビフライが。いやいや、そこはとんかつって言ってました。間違えました。とんかつです。エビフライも美味しいんですよね。もう面白すぎるよ。全然準備してなかった。まさかエビフライで来る。もう健吾がいたら頭ぶん殴られてましたもん。お前何言ってるとんかつだろみたいな。ロースカツ弁当ですとか、はい、ヒレカツ弁当ですとか、はい、あのヒレカツ、え、トンカツ弁当ないの？そう、ちょっとね、今回はないんですよね。ないらしいよ。な、俺食べないんですか？食ない。え、上で食レポするんですか？チネ選手、カツだったらどの部位が好きですか？まあでも難しい。ヒレカツが、あ、ヒレカツが、ちょっと脂身が少ないね。さすが脂がない、少ないところ。はい。座って、ご飯も食べられずに。エビフライって言って怒られて、とんかつって言ったら出てこなくて。エビフライはないわと思いましたよね。いや。どうですか、知念選手もフロンターレで、まあ、だいぶプレーしてますけど、レンタルもいろいろ行きましたけど、はい、やっぱフロンターレのファン感はどうですか？やっぱ選手も楽しみにしてるんで。あ、逆にね。はい、今日とかもすごい楽しみでした。はい、やっぱ自分のパフォーマンス見てもらえる、まあ、もちろんサッカーのパフォーマンスはもちろん見てもらいたいと思うけど、まあ、それ以外のパフォーマンス見ては嬉しいですか？そうですね、まあ、今年は自分ステージないんですけど、何年か前はダンスとかやってたんで、はい、すごい楽しんでやってた記憶あります、はい、じゃあ今年はあのステージのパフォーマンスない分、後半戦のステージで、こちらのステージで、はいはい、大活躍してほしいですけど、この間ちょっと大チャンスで外しちゃったんで挽回したいと思います。すごい後悔してましたよね。まだ吹っ切れてないです。まだ吹っ切れてない。そんな気にしなくていいんだよ、もう終わったことは変わらないんだから。頑張ります。はい、もう力はね、絶対あるわけだから、やっぱり次来たチャンスをね、またしっかり決めてもらえれば、はい、ここから十分まだ挽回するチャンスありますよね。試合で後半戦で優勝に向けてチャンス、はい、挽回するチャンスありますよね。はい、もちろん。はい、じゃあぜひ3連覇に向けて一言お願いします、最後。はい、後半戦今3位ですけど、はい、優勝に向けてまた全員で力を合わせて頑張っていくので、サポーターの皆さんの力も貸していただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。できればここからもう10点ぐらい取ってください。そうです、頑張ります。この間の後悔を次のゴールにぶつけてください。はい、ありがとうございました。はい、知念選手でした。ありがとうございました。知念選手でした。すいません、とんかつなくて。お弁当なくてすいません。さあ続いてはですね、これはあるんかい。次はあるんかい。来た。おお。大人気で売り切れとなっています宮城天ぷら。またなんで。いつもホームゲームでも出店していただいています柏屋さん、今年は天選手にフォーカスして、柏屋自慢の天ぷらをたくさん盛り込んだ天丼をご用意しました。宮城天選手が好きなエビ、さつまいも、かぼちゃ、この3つを乗せた天丼となっています。これはあの今小森さんが読んでくれましたけど、今のコメントは事実ですか？はい、今の言ったコメントは事実ですか？宮城選手が本当に天ぷら好きなんですか？いや、天ぷらは普通ですね。嘘でしょ。けどこの3個は好きです。あ、エビとさつまいもとかぼちゃ、これは本当に宮城選手が好きなトップ3。唯一、それは合ってるのね。はい、フロンターレの選手正直ですね。いや、あのね、スタッフがね、いろいろ考えてますからね、ちょっとシーンを引かないと。僕もよくずっとそういうことやってましたから、本人がちゃんと納得した形でいこう。
納得してるわけですね、じゃあ。そうですね、はい、この3個に関しては。はい、じゃあちょっとこれをちょっと食べていただいて。そうですね、ちょっと皆さん宮城選手が食べるところを楽しみにしてる、見てるのと激しくて戦いますね。開けていいでしょうか。マイク置いていただいて、マスクも外していただいて、ちょっと飛びそうなんでポケットがどこに入れていて、はい、でちょっと一言感想をお願いします。感想を PR を。柏屋さんの、ね、天ぷらはもう皆さんね、サポーターの方は大人気ですからね。柏屋さんもうずーっとこのホームゲームにはね、ずーっとやってますからもう本当感謝してます。出店してくださってますからね、本当にありがとうございます。じゃあエビ天からいこう。もう一番うまいところ行った。ねえ、その先っぽが一番美味しいんだよな。ちゃんとご飯も食べるっていう。おかず食べたらご飯も食べますみたいな。美味しいです。おし。美味しいです。今のはもう間違いなく美味しそう。じゃあもうちょっとカメラ目線でもう一回いいですか。とっても美味しいです。よし。そういうお店がたくさんあるからフロンターレもこれだけいろんな方にやっていただいているわけですから ね、本当にありがたいですね。選手に食べてもらえるのも嬉しいです、はい、ということで宮城天ぷら、こちらも本当大好評でちょっと完売ということなんですが、ホームゲームで出店していますので、皆さんぜひホームゲームぜひとも食べてみてください。夏はね、天ぷら美味しいのが揚げ物食べたくなるじゃないですか、はい、さあ宮城天選手、はい、まあ僕が見ててもまだまだ点が取れるし、まだまだもっといいパフォーマンスができると思うんですけども、はい、後半戦に向けていかがですか。そうですね、やっぱまだ、まあ、3連覇を出すにあたって自分も頑張んなきゃなって思いますし、はい、まあ、もっともっと頑張っていこうかなって思ってます、はい。まあ、あの先輩方がアカデミーの海外に出てて活躍してますし、代表になってますし、はい、期するものがあるんじゃないですか。やっぱ早く自分も試合に出て、もっとたくさんね点も取って代表に参って海外に行くぞみたいな。そうですね、まだホームで点取ってないらしいんで。らしい事実だね。ちょっとさすがにそろそろホームで点取りたいなと思ってます。はい、はい、じゃあこの夏ぜひホームで点取っていただいて、はいはいはい、ゴールパフォーマンス見せてください。はい、はい、後半戦できればたくさん点を取ってもらって優勝貢献してください。お願いします。おはようございます。はい、ありがとうございました。宮城天選手でした。ありがとうございました。宮城天選手、きっとこの後も大活躍ですね。楽しみにしていてください。いや、やっぱり宮城天はまだ全然できると思うんで、うん、ポテンシャルまだあると思いますし、今の自然体な感じもちょっと、ね、いいんじゃないですか。僕はいいと思いますよ。あら、なんかちょっとハッピーとか来てくださってるのでご紹介しましょう。やる気満々じゃないですか。もう JGM 選手、マルシーニョ選手。ご紹介いただけるのはマルちゃんの焼きそばです。通訳のゴンさんも一緒にご登壇いただきました。マルちゃんの焼きそば600円で販売していました。ファン館定番の焼きそばに王道の目玉焼きを乗せております。こちらも大好評につき完売となっております。もうなくなってしまっております。でも2人にやっぱり食べているところを見てもらいたいので、はい、お二人にもまるちゃんの焼きそば、はい、試食をしていただいてよろしいですか。じゃあまずジェジュー選手が食べていただいて、その間にマルシーノ選手にインタビューしたいと思います。はい、はい、じゃあマルシーノ選手ちょっとお話聞きますね。はい、マルシーノ選手ちょっとお話聞きますね。はい、マルシーノ選手はまず食べるの我慢していただいて。はい、はい、マルシーノ選手、この間パリ・サンジェルマン戦いかがでしたか、試合出てみて。Ah, foi um jogo muito bom, né? Uma experiência muito boa. É, acho que todos nós, jogadores frontários ali, ficou bastante feliz. É, eu, muito mais, por ter conhecido meu ídolo, de estar ali vendo as estrelas bem de perto, Messi, Mbappé, Neymar.まあ、あの自分だけではなくて本当にあのフロンターレの選手みんながとてもいい経験ができたんじゃないかなというふうには思います。まあ、自分もあの小さい頃からあのよく見ていたあの憧れのメッシ選手と対戦することができてすごく嬉しく思っています。はい、あのすごく楽しそうに相手の選手と話してましたけど、何話したんですか。Ah, ele chegou e perguntou como é, se eu estava gostando do Japão. Eu falei que estava gostando, que...Fazer um ano e pouco que eu estava aqui, ele perguntou da família também. Eu falei que também estava. まああの日本の生活どうとかそういうような日常的な、はい、あの会話で終わりました。はい、わかりました。じゃあマルシーノ選手、こう焼きそば食べてください。そして JJ 選手、お帰りなさい。はい、お帰りなさい。
皆さん拍手お願いします。みんな JGO 選手が帰ってくるの待ってましたよ。待ってました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあまずせっかく焼きそば食べたんで焼きそばの感想から聞きたいと思います。焼きそばどうですか、マルちゃん。焼きそば、焼きそば、マリちゃん、私大好き。めっちゃ嬉しい。あと今見てたらジェジオ選手めちゃめちゃ箸使うの上手いんですけど、箸使うのは得意なんですか。Cheguei no Japão, aprendi muito, né? Não sabia. Quando eu cheguei, não sabia pegar no palito. あの来日した時は全然使えなかったんですけど、一生懸命練習して使えるようになりました。おー、そこも努力ですね。さあ、そしてパリ・サンジェルマン戦が復帰の試合になりましたけども、どうですか、メッシ、ネイマール、エンバペと対峙した感想は。Ah, foi... fiquei muito feliz de ter voltado, né? Depois de longos meses fora do campo e enfrentar grandes jogadores. Foi um ótimo teste. まああの本当にすごく長い時間でかかってしまいましたけども、あのゲームで戻ることができてすごく嬉しく思ってますし、またあの復帰戦があのような相手というのはより嬉しく思いました。はい、マルシノ選手、今ちょっと焼きそば食べましたけど、焼きそばのマルチャン役さんの感想をお願いします。Agora entendi porque vendeu tudo. Agora entendi porque vendeu tudo. あの今試食してやっと分かりました、完売した理由が。かっこいい。さあ、あの後半戦に向けて2人でかなりキーマンドタル選手だと思うんですけど、まずジェジオ選手から後半戦優勝に向けて抱負をお願いします。Então agora é o segundo turno, vamos dar o nosso melhor para a gente alcançar o nosso objetivo, que é chegar aos títulos e trazer mais títulos para a família Frontale. まああの本当にこれから後半戦が始まるということで、自分たちの目標でもある J リーグ3連覇、J リーグのタイトルというものを必ず掴みに行きたいと思いますし、川崎の家族、ここにいる皆さんのためにも自分たちは必ずタイトルを取りたいと思っています。ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。そしてマルシノ選手、後半戦に向けて抱負とサポーターの皆さんにメッセージお願いします。A equipe toda está bem focada, estamos trabalhando bem aí para conseguir o nosso objetivo. Diante os jogos dentro de casa também a gente conta com o apoio do torcedor para dar aquela força e vamos continuar aí focado para a gente conseguir o título. まあとにかく自分だけではなくて、あの本当チーム全員が自分たちの目標に向かって今必死にトレーニングを積んでいる最中です。必ずここにいる皆さんのために自分たちはタイトルを取りたいと思っています。わかりました。ありがとうございました。皆さん、お二人に大きな拍手お願いします。後半戦も頑張ってください。ジェジュー選手、マルシーニョ選手でした。ありがとうございました。あの欲しかったら持って帰ってください。これマルちゃん持って帰ってよ。裏に持って帰って。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 どうぞどうぞ。すごい日本のお祭りのように発表来てくださいましたね。ボソシボソシボソシ。さあ、ただいまご紹介したのが場内の飲食ブースでした。ご紹介したブースではファン缶トレカを配布中でなくなり次第終了となります。場内の飲食売店メインスタンドに5店舗、バックスタンドに4店舗出店しています。続いてまいりましょう、アトラクション &PR ブースのコーナーです。はい、再び車屋選手にご登場いただきましょう。お願いします。また車屋選手お願いします。今日は大活躍。いや、すいません、何回も。いや大丈夫ですよ。チャラティップも2回出てますから。そうそう。車屋選手、イッツコムブースのご紹介です。22年ファーストユニフォームバージョンのコムゾウのぬいぐるみ、今車屋選手が持っているもの、3300円で販売しています。当日限定160体です。またこの後午後2時からイッツコムブースで MC 対談を実施します。愛理沙さん、高木清香さん、ニカリカのお二人も加わってイッツコムのフロンターレ応援番組 MC の対談となります。ぜひイッツコムブースにお越しください。はい、
ありがとうございます。何か言いたいことありますか？コムゾーどうですか？いや、可愛いっすね。可愛いですか？俺だったら買いますけど。俺だったら買いますよね。そうですよね。ほら、あそこで買って振ってくれてる人いるじゃん。ほら、ありがとうございます、本当にね。はい、ということで車田選手が売ってはいませんけども、はいはいね、買っていただけるように、はい、皆さんお願いします。はい、3300円。ありがとうございます。いつこむのご視から車田選手でした。ありがとうございました。カメラに向かってありがとうございました。さあ続いては、続いても再びです。はい、オッケー。ああ、でもなんかソンリョンが、続いてはソンリョン選手ですね。はい、川崎フロンターレ SDGs フードドライブのブースです。はい、お願いします。川崎フロンターレの SDGs ブースはフードドライブということで、ソース、マヨネーズ、ケチャップなどの食品のご提供をお願いしています。川崎フロンターレの SDGs ブースといえば、中西さんも先日札幌戦の第1回川崎 SDGs ランドも大盛況で、はい、先々週も下作野辺小学校でブルーサンタについて授業されたそうでしたけれども、はいはい、ちょっと感想を教えていただけますか？はい、まず、水曜どうでしょうのトークショーにはとんでもない数の方に来ていただきましてありがとうございました。本当に、まあ、フロンターレがやっている SDGs の活動っていうのは、まあ、今始まった SDGs ではなくて、もともとずっとやっていたことなので、まあ、たまたま今回下作野辺小学校に僕呼んでいただきまして、僕が26年前に始めたブルーサンタっていう活動があるんですけど、まあ、それたまたま僕と天野と2人で始めた活動で、最初2人でやってたんですけど、それがなんと26年後に学校の授業になるっていうちょっと驚きの出来事がありまして、本当にフロンターレがやっている活動っていうのはいろんな方々の心に響いていて、だからこそ長く続いていると思いますし、まあ、こういった活動をさらに長く続けていきたいと思います。なので、まあ、変わらない心で常に地域に貢献していくということを考えるべきだと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、今ねお話にもありました、26年間続いているブルーサンタで、小児科病棟を訪問されたのはソンリョン選手も訪問されましたよね。その時の感想をちょっと教えていただけますか？もうちょっと感動を느끼고또거기있는분들도다같이감동을느끼고저도ブルーサンタ뿐만아니라저기多摩川강에서쓰레기줍는것도하고있었고그런걸하나하나매년매년한다는게정말제자신도너무뜻깊고감사한것같습니다。まあ、本当に僕だけじゃなくブルーサンタに参加した選手が本当に感動を与えたり感じたりしていますし、多摩川の清掃も僕も参加したことあるんですけども、本当に地域貢献によって本当に僕らも感動や貢献しているとい う, そ う, いう気持ちになっていると思います。本当にもう選手がそういう気持ちでやってくれていることがやっぱり、まあ、サポーターの方々と心一つにしていろんな活動ができている理由だと思うので、もちろん続けていただきたいと思いますけども、まあ、もちろん SDGs の活動だけじゃなくて、まあ、チョン・ソンリョン選手はいつも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれてますけども、まあ、昨シーズンもね本当に僕はまあファイフローで MVP はチョン・ソンリョン選手じゃないかって話をしたことがありますけども、はい、今シーズンも素晴らしいパフォーマンスばかりで、先日のパリ・サンジェルマン戦も、ねまあすごい良かったですね。スーパーセーブ、素晴らしい、ありがとうございます。実際どうですか、世界のトップオブトップの選手と対峙してみて、シュートを受けてみて、何度もシュートを止めてましたけども、どういう感想をお持ちですか？もう다같이정말최선을다한다는마음으로프론탈리아도뭐첼시도저희가해봤고다같이또계속 J 리그도이어진다는마음으로최선을다했던것같아요다같이。まあ、本当にみんなで最善を尽くしたんですけども、まあ、本当に前にもチェルシーにやったんですけども、みんなで最善を尽くしてああいう結果がなったと思います。うん、まあ、あとは今シーズンこの後優勝するためには1点でも少ない失点で試合を終えていくことが重要だと思うんですけども、後半戦優勝に向けてメッセージお願いします。다같이잘준비해갖고정말남은한경기한경기결승처럼최선을다해갖고예頑張ります。はい、残りの1試合1試合全部決勝のように頑張って勝っていきたいと思ってます。いや頼もしい。はい、後半戦もスーパーセーブ期待してます。チョン・ソンリョン選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、さっきちょっと聞いたんですけど、あれでよかったんですけど、まあ、なんか話したいことがありますか？
あ、 SDGs 頑張りましょうって言ってくださいって言われたらしいので、じゃあやりましょうかすごいここで打ち合わせをしてするっていうはい、じゃあチョン・ソンレン選手が SDGs したらみんなで一緒に頑張りましょうっていう感じでいきますか。はい、じゃあちょっと立ちますか。立ってチョン・ソンレン選手が SDGs っつったらみんなで一緒に頑張りましょうでいきましょうか。じゃあお願いします。 SDGs 頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか一体感が出ましたねありがとうございます。孫亮選手と通訳の金さんでした。もういつも謙虚だよ ね、 ね、続いてです。フロンターレ電機を PR してくれる宮城選手とアンカーストア川崎フロンターレファン感謝デー店を PR してくれる二階堂コーチ、お二人にまた登場いきましょう。お願いします。まずフロンターレ電機、電気料金 1% がアカデミーの強化費に充てられるフロンターレ電機。フロンターレ電機にお申し込みいただきますと選手サイン入りグッズが抽選で当たるチャンスです。ぜひ検診票をお持ちいただきフロンターレ電機ブースにお越しください。はい、宮城選手何か言いたいことがあるみたいなんですけど、やってもらっていいですかね。そうですね、じゃあまずフロンターレ電機にかけたちょっと小ボケを一つ。はい、フロンターレ電機とかけまして、フロンターレ電機とかけまして、フロンターレのサッカーと解く、フロンターレのサッカーと解きます。その心は。どちらも切り替えが大事でしょうなんでそう照れてんですか何照れてんですか。台本通りっす。台本それ言っちゃダメです もうね、切り替え早くしないと鬼木監督に怒られますよ。はい、はい、気をつけます、はい、ベンチの前だからね、はいはい、そして二階堂コーチ今、ね、ヘッドセットもつけてきてくださってますが、はい、アンカーストアが轟きにやってきています。数あるアンカーグループの製品から人気の製品をラインナップしています。ランダムでの選手サイン入り商品の販売は数量限定となっています。購入者には本日限定で二階堂コーチのオリジナルトレカも配布しています。ぜひアンカーストア川崎ファン感謝デー店にお越しください。すごい、コーチがトレカになって、しかもそのトレカが価値がある時代になったわけですねすごいな。二階堂コーチご自身のトレカを配布ということですが、いかがですか。それ取るんだ、さすがですねいや緊張します。緊張します、はい。いや、ね、でもあの僕らに落ち着いているように見ますけど、自分のトレカが販売されることについていかがですか。まあ、ちょっとヤフオクとか、はい、メルカリに出されたらちょっとショックですね。あ、でもそれは出されるってことは売れる価値があるってことですけど、ね、まあ、もちろんうちはダメですけどね、はい、全部買いますまあもちろん何かあったら、まあ、フロンタリー側が買い占めますけども、まあ、そうならないように、はい、もちろん価値があるものだと思いますし、フロンターレ、じゃあ後半戦に向けてコーチの方が何かこう一つ心意気をお願いします。後半戦に向けて宮城天が点取ってくれると思います。そうですよね。そうですよね。もう届けで取って、だから届けで取ったら何かやりましょうか。はい、届け点取ったら何かやりましょうか。ゴールパフォーマンス、ここでなんか役職しといた方がいいんじゃないですか。じゃあユニフォーム脱ごうかな。それイエローカードになっちゃうから、それは嫌です。それはあのイエローカードならないのにしてください。ならないでほしい。なんかやりたいことないですか。やりたいこと、はい、まあ、ユニフォーム脱ぐぐらいだったんで、あ、もう一回若ちこやるとかあ、若ちこでもいいですよ。あ、もう髪伸びる冬ぐらいに天気もあれば、あ、若ちこにします。いや、それまではちょっと待てないのでいや、あの、じゃあ僕から一つお願いしてもいいですかね。はい、点取ったら鬼木監督に抱きついてください。いやー、無理だなー。なんでだよいやなんでですか。厳しいっす。厳しい。じゃあ寺田周辺で来ててください。あの、握手ぐらいならじゃあ握手でいいっすよ、はい、じゃあ点取ったら鬼監督と握手してくださいね。はい、了解です。よし、お、楽しみが増えましたね。楽しみが増えたあ、それマジ普通に言ってこうやって決めてやったぜ的な感じでドヤ顔で、ドヤ顔でやってください。ドヤ顔で任せてください。だからめっちゃ両手でこうやって頭下げながらこうやってやるんじゃなくて任せてください。よし、じゃあ鬼木監督と握手。はい、よし、じゃあちょっと驚きのゴール皆さん期待しましょう。はい、よー、一個楽しみが増えました。あ、嬉しい。ということでここまで二階堂コーチと宮城天選手に PR していただきました。ありがとうございました。お二人大きな握手お願いします。
ありがとうございました。ぜひね、皆さんこの後選手たちが PR してくれたブース、飲食売店、お立ち寄りいただければと思います。ではここからはですね、ファン間恒例のプレミアム抽選会を行いたいと思いますが、ちょっと準備が必要なので、はい、戻ってまいりました。このクラブ軸歪んでますよ。今 PR ブース、はい、ね、コーナーブース、今終わりましたね、 PR が終了しましたけども、はい、結構な推し、何分ですか？30分推しです。でも健吾さん、はい、いつも私は何年も外から、はい、拝見していたんですが、はい、こんなのはもう当たり前な感じです。序の口ですか？ファン間はいつも1時間半、2時間押しくらいで終わりますものね。そう、中にいらっしゃる方は、中の時はもう分かんないですから、はい、誰も知らないですし、もうそのまま今もうバーって多分今選手たち多分今その何の違和感もなく今、はい、やってますけど、こっち側に来て初めてですね。やはりこのクラブちょっと時間の概念おかしい。ずっと時空歪んでるな。どうなってんだっすね。あと今日 PR だけど売り切れっていうことも結構あったみたいで、いやもうすでにっていうことですよね。大人気ですね。いやありがたいですよ。それはいいことだと思いますよ。本当に、うん、ねえ、まあ、今回ちょっと急遽でしたけど、はい、けど選手たちもね、いろんな話もしてくれましたし、本当食レポを見られたのも嬉しいですし、はい、あと先日のパリ、そうですね、感想ね、なかなか普段ね直接はみんなが聞けないですから、選手たちからすごいいい時間だったんですけど、うん、すごい押してるっていう。ドキドキする、本当にドキドキしてますよ。はい、そわそわします、ね、まだここからですからね。あ、まだ本番じゃないですもんね、これね。まだまだですよ、ステージまだ始まってないですもんね。え、選手たちの今 B マナー PR ブース PR ってことですよね。 PR です、はい、今のが PR で、はい、この後ステージ的に言うと抽選会が行われるみたいです。あ、そうなんですね、うん、プレミアム抽選会があって、はい、その後また選手が登場していろいろと。あ、なるほど。もう1時間半ぐらい経ちますよ、はい、YouTube 始まってから1時間半ぐらい、すごいですね。で、今すでに4238人の方ご覧いただいてます。いや、ありがたいですね。だ、普段見られてるサポーターの皆さんはこのぐらいの尺はもう余裕ってことですかね。あ、きっとそうだと思います。なるほど。でもう書き込み慣れされてて、どん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 いろんなコメントが、いや、ありがたいですね。これ見てるのも楽しいですね、はい、見てるのも楽しいです。はい、で、ここでそんな YouTube ライブご覧の皆さんにお知らせでございます。豪華プレゼントが当たるオンライン大抽選会です。今私の下にこちら QR コードが出ています。J リーグ公式アプリクラブ J リーグを使用して講演会会員限定の抽選会を開催します。参加の方法はこの QR コードを J リーグ公式アプリクラブ J リーグから読み取ると。これ普通のカメラでピッて QR コード読み取るではなくて、うん、この公式アプリのクラブ J リーグから読み取ってください。なるほど、なるほど。QR コードの下にあるキーワードを入力してください、はい。するとダゾーンで、ダゾーンの配信でおなじみのリモートチェックインと同様にメダルを獲得できます、うん。このメダルの獲得と合わせて2022シーズン講演会会員の方は自動的に大抽選会へのエントリーが完了します。なるほど。で、大抽選会の商品ですが、失礼いたします、株式会社コナミデジタルエンターテインメント様より e ベースボールパワフルプロ野球2022任天堂スイッチ版を1名様に、 e ベースボールパワフルプロ野球2022プレイステーション4版を1名様に、 e ベースボールパワフルプロ野球2021グランドスラムを1名様にと、さらにさらにプロスピエース記念ノベルティセットとして調子くんスマホベルト、パワサカくんスマホベルト、パワサカクリアファイルのセットを100名様にプレゼントします、うん。また川崎フロンターレ講演会より選手サイン入り講演会タペストリーを26周年にちなんで26名様に、そして選手サイン入り色紙を50名様にプレゼントします。ぜひ皆さんこの QR コード、はい、読み取っていただいてご応募お待ちしています。ります。なお当選は商品の発送をもって返させていただきますということでございます。ありがとうございます。
素晴らしい。この機会にぜひご応募ください。で、大森さん、あのカメラのご依頼が来てます。オーダー来てます。オーダー来てます。何ですか？ビッグフラッグを撮ってくださいよろしくお願いします。結構たくさんの方が書いてくださってましたよ。あ、いいですね。いやー、けどここ2階席に、はい、ビッグフラッグが並ぶのって僕がルーキーの時にお客さんが入ってなかった時のことです。そうですか。当時ね、当時、ええ、まあ今日はあれですけど、ファンカンなんであれなんですけど、なんか今ちょっと自分はそれを見てちょっと思い出しちゃいました、ね、あ、だからあのこの今年のユニバージョンもね、もうなかなか見られないから、あそこ見られないですから、ぜひ見せてくださいって書いてくださってる方もいらっしゃいましたし、はい、そうか、あのもうだって普段埋まってますから。そうですよね。普段はあのナイトゲームだとね、最近はあの、光を持って、あ、ペンライトね、ペンライトで綺麗に青く染まってますもんね、はい、なかなか見る、帰ってきた、帰ってきた、ね、ありがとうございます、帰ってきたお帰りなさい。年代、見る年代とかこういつからサポーターされてるかによってもこのビッグフラッグを見るこう心持ちというかちょっと変わってくるっていう、ね、あ、全然違うんじゃないですか。本当です、ね、だからもう今ちょっとふと昔を思い出しましたもんね。いや、すごいクラブになったもんだなと改めてちょっと思いますね。そういうところで言うとこのファンカンもそうですよね。そもそもファンカン社デーは朝尾グランドでやってましたから、はい、僕が入った時なんかどんなこと当時は。だけどステージはありましたよ。ただなんか踊ったりとかっていうのはなかったですし、お話しされたりですか。そうそうそう、なんか対決は今と一緒だけど、2チームに分かれて対決みたいなのは当時朝グランドの人工芝でやってました。へえ。だからそれで十分なキャパシティだったり当時は、けどまあ J1 上がって、はい、まあ、場所も変わってってで今とどろきでこれだけ集めますからね。本当ですよね。今日のこの、いや、なんか、うん、感慨深いですね。いや、いいと思いますよ。たくさん来てくださいましたね、今日ファン感謝でもね。本当ですよね。特にあの轟きになってからとかで健吾さん印象に残っているファン感とか出来事、演目とかあります？演目はステージはもう本当にさっきも言いましたけど、はい、登竜門ですよ、若手の。ここで一回殻を破ってブレイクしていくっていう、うん、実は個人的にはクラブにとって大きなイベントだと僕は思ってるので、うん、毎回楽しみにしましたけど、ね、若手がこう殻を破る瞬間が見られるのが、でそれをサポーターの皆さんが優しくこう包むみたいな、あの光景は結構好きです、うんうんうん、はい、しかもこう、ね、若手の方ってなかなか試合にもし出られたとしても、うん、その後のインタビューでお話聞けたりっていうのもあまり、ね、そうですね、はい、多くはないですから、素の部分なんてましてやなかなか見られないから、まあ素の部分なのかね確かに踊ってますからね、はい、歌ったりとか踊ったりしますから露出という意味ではかなりコアな露出、内面をかなり出さないといけないわけですから確かに殻も破りますから、はあ、だけどね、やっぱサッカー以外でそういうことやるっていうのは大事なんですよ、うん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 、あ、そうなんだみたいな、うん、そういうやつなんだみたいなのも結構当時それで知ることもある。あ、選手同士やれるじゃんっていう。おー、ロッカールームじゃ静かなのにここ意外と結構開き直ったらやれるんだなみたいな、それが結構プレーにいい方に出ると。あ、いや、そこってやっぱり違いますよね。いや、違いますよ。あの、求められる度胸が違いますから、その後のステージとピッチは、ね、プレーにもあれできたんだからプレーできるでしょみたいな感じでこっちも見ちゃいますからね。うん、サポーターの人もそうですし、うんうん、確かにそうですね。いや、この後本当に今日もあのね、なかなかだと思いますよ。あの、個人的に毎回谷口がステージはもう主役ですから。そうですよね。過去今年はだっていないですから、不在ですからね。2019年でしたか、あのジーパンに白いシャツで I love you、はい、歌ってましたね。歌われてましたもんね。あんな堂々と I love you 歌えます？私は多分生まれ変わっても無理です。いや、そうですね、はい、私もそうなんですけど、あのあんなちゃんとできます一人で、ね、あの分かってらっしゃる。そうなんですよ。もう自分がもうかっこいいの知ってますから。彼はやっぱりそうですよね、うん、で求められてるものも分かってらっしゃるから、うん、それをちゃんとやってください。イケメンいじりするじゃないですか、ええ、いや、そんなことないですよって普通言うじゃないですか、ええ、そうですねみたいな感じ
個人的には結構そのやり取り僕は好きだったんですけど、はい、まあそうだよねっていう知ってます。その主役候補がもう今回不在ですから。そうです。誰が主役を張るのかっていう今回ステージで。本当ですね。若干心配もしてます今までとリードする人が誰なのっていうのがねえ、どうなるんでしょうか。いやだからこういう時こそこうニュースターが出る。ああ、普段なかなかこう試合では見れない選手の素の表情というか、はい、思いっきりこうパフォーマンス見れるんで、これもう視聴者の皆さん交互期待、交互期待だと思いますね。あとあの先ほどのつかみの挨拶でもありましたが、はいはいはい、安藤選手、はい、ファンカンシャシャリがちいや個人的にはあの本当安藤私大好きなので。私も大好きです。あの本当ちょっとシャシャってるんですよちょっと前のめりなんですよそうだってあの私以前、川崎フロンターレの応援ラジオ番組のパーソナリティをしていたんですけども、はいはい、されてました。もうそこはね安藤選手があのほぼ準レギュラーで毎回出てくださって、はい、そうですね、ファンカンの時期になったら山口さんってこう前のめりでちょっとねテンションが上がってるんですね。そうなんですよ。あ、そんなことを言っていたらもう急にカンペが奥から来るんだよな。まだ安藤選手の話したかったのに、この後は、ステージ〇〇王決定戦、〇〇王決定戦、川崎フロンターレ〇〇王決定戦、はい、はい、で、ケンゴさんは LINE ライブの方に行かれるYouTube ライブと LINE ライブいいんですかあれ株、裏株、大丈夫ですか。裏株裏株大丈夫ですか。大丈夫ですかこれ業界でいうところの。いや、もうじゃあね大丈夫ミスター裏かぶりじゃないあ、じゃあミスター裏かぶりがこのまま違うってだからやめてください。やめなさい。あ、ちょっとお邪魔してきますじゃあ。あ、行かれる、はい、で、この YouTube ライブの方ではじゃあステージの様子をと。で、LINE ライブは何をされるかまだ分かりませんが、何も聞いてないです。もう両持ちで皆さんぜひ見ていただいて、はい、この後 LINE ライブに現れますんで、はい、交互期待。それでは、行ってらっしゃい。行ってきます、はい、行ってきます。本当にさ、16年目安藤俊介選手です。お願いします。どうぞ。大きな拍手お願いします。さあ続いて小学生から高校生までフロンターレ下部組織に在籍、大学を経て戻ってきましたフロンターレ愛なら誰にも負けない早坂由紀選手、お願いします。お願いします。まあフロンターレクイズ王というぐらいですからね。まあ大体のことは知ってるはずでしょう。見ていただいて分かるようにフロンターレをよく知ってそうなお二人にご登場いただきました。二人にちょっと意気込みを聞いてみたいんですけれども、まず安藤選手、はい、安藤選手のフロンターレへの愛っていうのはどれくらいですかね。まああのファンカンになるとこうやってシャシャリ出てくるぐらいなんで、はい、まだ根に持ってんのか。いや根には持ってないですまあ事実だなと。いやいやいいじゃないですか。まあでもあの本当に大好きなんで、うん、まあこんだけ長くね、うん、このチームに所属できてるんで、まあ間違えることはないと思いますけど。おー、16年はすごいね。そうですね、すごいわ。ちなみに早坂選手、フロンターレの愛はどれくらいですか。新体制発表会で喋りすぎてあの途中であの止められちゃうぐらい大好きですありがとうございます。いいですね。ではちょっと相手に対して一言、安藤選手、早坂選手に対して俺の方が勝ってるぞっていうところをちょっと一言お願いできますか。いやもうかかってきてくださいと。もう本当に、でもまあ冷静ですね。全く問題も知らないんで、どんな問題が出るかそうですね、楽しみですね。それは楽しみなんですね。ちょっとねやっぱり在籍年数が長いので安藤選手の方が有利かなとは思われるんですけれども、早坂選手、安藤選手へ僕が勝つぞっていう意気込みをお願いします。そうですね、僕はあの逆境が大好きなので、あの不利な方が強いと思います前で小林優がめっちゃうなずいてるめっちゃうなずいてる、先輩うなずいてますね。ではルールをご説明したいと思います。フロンターレに関するクイズを3問出します。正解が多かった方が初代フロンターレクイズ王となります。答えはお手元のスケッチブックに書いていただきます。
でクイズの問題はサポーターの皆さんから集めた問題を加えてクラブスタッフがこれでもかというコアな問題を用意しました、はい、ただフロンターレ愛にあふれているというお二人は当然答えられるはずだと思いますので、まあ大丈夫だと思いますよ。皆さん期待していてください、はい、さあそれでは座っていただいて早速おかけください。お二人とも問題いきたいと思いますけども、はい、そんな生優しい問題が出ると思ったら大間違いですからねそう、私もちょっとこれ見てみたいな感じでしたよ。いや僕は知ってましたよあ、そうかあ、これは関係なさ、スケッチブックに書いていただいてドンで見せていただきますね。ドンで見せますからね、はい、はい、では第1問です。大型ビジョンをご覧ください。川崎フロンターレの名物ファン館ですが、その歴史は古く、2007年には現在トップコーチの寺田修平さんもステージに立ってパフォーマンスをしています。してましたね。今では伝説とされている寺田コーチが行ったパフォーマンスは何でしょう。シンキングタイムスタート。すげえ、なんかもう書くのが早い。早い。サポーターの皆さんも一緒に考えてください。答えは言っちゃダメですよ。僕の記憶だと僕多分ファンカーの司会してた気がする。中西さん覚えてますか。僕はしてた気がするな。寺田コーチ僕も今何年 22年です。22年でしょ。僕在籍26年ですから26年間ですから。そっか、そうですよね。僕はずっと言いますから。じゃあきっと中西さんも分かるであろうという感じですが、はい、ではお二人に答えを出していただきましょう。一斉にどうぞ。どうぞ。お同じだ。これはお二人とも同じということでよろしいでしょうか。安藤選手おたげおたげということで、川坂選手おたげ、ちゃんと和音の尾で2人とも書いてくださってますね。安藤選手、さあそれでは正解見てみますけど、まあ、その前に僕が一番気になっているのはちゃんと2人ともちゃんと考えてるなと思って、安藤選手はちゃんとゴールキーパーユニフォームの緑のペンを使っている早坂選手は早坂選手フロンターレのちゃんと青黒で書いてる。青黒で書いてる。何このフロンターレサッカー愛この愛がもうすごいですね。じゃあ正解見てみますか。はい、正解はこちら、おたげです。お二人とも正解です。あ、素晴らしいね。おお、まずは同点となりました。さすが、ちょっとやっぱこれはちょっと面白いぞちょっと書き方からもね、ペンの使い方もちょっと注目です。では続いての第2問参ります。大型ビジョンご覧ください。これ難しいな。これ難しい。2011年5月29日に行われた J1 リーグ戦ホームガンバ大阪戦、この試合のラストプレーでフリーキックを決め勝利に導いたのは中村憲剛選手ですがそのフリーキックを獲得した選手は誰でしょうか。もうなんかハイスペックなクイズの、シンキングタイムスタート。分かりやすい例ですよね。まあ、ちなみに、まあ、僕もこれ生で見てましたけど、はい、僕は分かんなかったですね。私も生で見てたんですけども、生で見てましたけど、あの決まった瞬間しか覚えてないです。さあ2人とも出せますか。いきますよ。出せますか。いきますよ。せーのドン。お、安藤選手は久喜野聡選手ですね。そして早坂選手は小林優選手ということなんですけど、これ答え分かる人。あ、やっぱ手が上がらない。やっぱいるんだ。やっぱすごいよね、うん、前の方にいらっしゃいますね。いや、まあまあでも長いからね、サポーターがいてるわけじゃないですから ね。今日からサポーターになった方も同じサポーターですから、す、ね、同じ仲間ですから。まだこの時は早坂選手ユースでしたもんね。そうですね、まだ小学6年生。あ、そうですね。試合見たことあります？これ覚えてます？覚えてます。この試合多分見に来てたと思う。来てた、はい、すごかったよね。雨の中でしたもんね。 あれはすごかった。安藤選手覚えてる？もうちょい触れてほしいんですけど、はい、僕のこれデビュー戦です。え大雨の台風の来てる中で。それは大変失礼いたしました。絶対に忘れないですよ僕。それは忘れないんだ。あ、これはものすごく安藤選手においしい問題だったってことですか。おいしい問題です。クラブスタッフさん分かっててこの問題にしたのかな。安藤選手のデビュー戦、いやー、それは面白そうだったな。早坂選手ちょっと苦しいですよね。それはね、ずるいっすよね。まあ、けど安藤さんのデビュー戦を見に試合見に行ったんで、
おお安藤さんしか見てなかったです。ああなるほどね。俺がデビューするなんて情報なかったでしょ、はい、最初またここでね2人のそういう血話喧嘩はやめなさい、フランタレ愛を爆発させますが、それでは正解に参りましょう。どうぞ。正解は久喜野聡選手です。すげー当たってる。安藤選手に1ポイントが追加されます。いやこれはでもちょっと安藤選手が得する問題だったな。いやデビュー戦だったとはね。いやちょっと逆に知らないですか。俺そこで万歳とかやってましたやってました。ごめん、一緒にじゃあ万歳してたはずですよね。っすよ。ちょっと長ずいぶん年月が経ったので忘れちゃいました。じゃあ次が残念ながらラスト問題となります。ラスト問題いきましょう。大型ビジョンをご覧ください。フロンターレアカデミーに関する問題です。フロンターレアカデミー出身の選手でトップチームに昇格した選手を分かる限り書いてください。フロンターレアカデミー出身でトップチーム名字だけでいいです。名字だけでいいです。昇格した選手を分かる限り書いてください。もちろん安藤選手と早坂選手は除きます。そうですね2人は除いて大学経由の金融でも OK です。あそうです。早坂選手のように一回大学で他のところに行ってまたフロンターレに戻ってきたっていう人も OK です。で来年加入が内定している山田選手、大関選手、松永根選手の3名はカウントしません。しません。もう今すでに活動したか活動されてた方でいきましょうか。今安藤選手が1ポイントリードしてますが、早坂選手がここで1人でも多く書くと書いた人数分だけポイントが入るっていうシステムなので、早坂選手がここで安藤選手がたくさん書けば逆転可能です。逆転可能です。あの名字でも名前でも相性でも大丈夫です、はい、ちょっとね私結構ここに回答あるんですけど知らない方もいらっしゃいます。本当大丈夫ですか。大丈夫ですか。えっていう方も。いやもう結構だって早坂君だいぶ書いてるよ。お安藤選手が今6ほら今7人書いてるよ。お安藤選手今6名書いてますよ。おじゃあこれでもしかしたら同点になっちゃうんじゃないのこれ。さあそろ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 かな。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってと言ってますけど時間は許されてますでしょうか。たくさん書く時間は許されてますでしょうか。皆さん何人ぐらい予想、あそっか声が出せないのでダメですね。5人以上言えるよっていう方、まあまあまあ言えるよ、ね、あいらっしゃいますね。いやここで10人以上言えるよっていう方ここで、あ本当ですか、すごい。早坂君はもうすでに10人書いてますね。はい、はい、じゃあ行きましょう。では5秒前、5、4、3、2、1、はい、そこまでです。はい、じゃあ一応見せていただきましょうか、はい、見せていただきましょうか。せーの、せーの、ドン。まず安藤選手は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人書いてますね。まさか選手は10人書いてます。見せててください。はい、でこれをですね今スタッフさんが合ってるかどうか読み上げましょうか。安藤選手は鈴木よ、藤木、鈴木田、木村、吉田、カニ、三好、板倉、太陽、ヤスト、天。太陽、大勢、カオルさん、アオさん、ユウキさん、ヤストさん、天、陽平さん、高山さん、徳良さん。ちなみにね、手元の答えのところはね、16名いらっしゃるって。時間がなかった。さあ。時間がなかった。はい。高山さんは違うということで。ということで湘南ですからね。今審査の結果安藤選手は11人全問正 解。そして早坂選手は10人中高山さんだけ、高山さんがねちょっと違いますっていうことで9人正解。はい、ということで、ということで勝利は初代フロンターレクイズ王は安藤俊介選手です。おめでとうございます。
ではお二人前に来ていただく、もう悔しくてまだ書き続けてるんですけど、はい、前に来てくださいね、三笘青ってね、はい、はい、前に来てください、そこは入れないとね、前に来ていただいて、はい、いやさすがでした安藤選手、でもね早坂選手もルーキーなのにここまで知ってるっていうのは、いやなかなかです、なかなか、やっぱりフロンターレ愛は負けてないなっていうのが分かりましたね、はい、いやもうどうでしたか安藤選手、あいいです、ありがとうございます、どうでしたか、あ面白かったですね、もっとやりたいですねそうですよね、もっとねやりたかったですね、早坂選手いかがでしたか、悔しいです来年もう一回やるか、来年もう一回やりたいですね早坂選手がいろいろご存知っていうのはよく分かりました、はい、ということで見事クイズ王に輝いた安藤選手には王者のたすきが授与されます、はい、手渡しなんですね、手渡しで、あのね、はい、今ほらコロナでかけてあげられないので自分でかけていただきたいかなっていう、そう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 来年はディフェンディングチャンピオンとしてその助けを背負って登場していただきたい、今後また歴代のフロンターレクイズ王っていうのがね誕生していったら面白いですよね、それまで安藤選手が死守できるのかっていうのも楽しみにしたいと思います、はい、安藤俊介選手そして早坂優輝選手でした、ありがとうございました、ありがとうございました、大きな拍手お願いします、安藤選手おめでとうございます、いやありがとうございます、 あのマイク持ってそのまま、ありがとうございました、ありがとうございました、いやなかなか面白かったですね、何がすごいってちゃんとあの2人は自分が使ったペンは自分の使ったペンケースの中に入れて帰りましたねさすが礼儀正しいさあ続いては先ほどご説明しました通り、はい、絵心選手権、絵心選手権になります、僕はもう楽しみで仕方がないどれぐらい絵心があるのかですよね、続いてはフロンターレ美術王決定戦といきたいと思います、早速選手に登場していただきましょう、豪華な組み合わせです、選手の皆さんどうぞご登壇ください、ソンリョン選手、はい、ジェジエウ選手、シミッチ選手、ダミアン選手、チャナティップ選手、マルシーニョ選手の6名です、これは楽しみだぜ、なかなかこの皆さんの絵を見ることってないですよね、選手の絵ってなかなかないからね、はい、じゃ あのルール説明をまず、小森さんよろしくお願いします、はい、美術王は全部でお題が一つになります、はい一つです、一つイラストを描いてもらいまして一番美術選手がある選手を中西さんにジャッジをしていただきます、あのすいません僕はあのちなみに僕は絵は得意です、得意ですか、はい、おじゃあ誰がちょっと一番うまいかを終わったら判断していただきたいと思うんですがかなり、皆さんの絵を楽しみにしております、この中で絵を描くの私うまいよ自信があるよっていう方は手を挙げてください、ダミアンめっちゃダミアン選手とシミッチめっちゃ自信あるんじゃん、本当シミッチもあジジイは下げましたね今じゃあ皆さんちょっと絵を描くのが苦手な方も多いですかねあんま得意じゃないって人いますか、あんま得意じゃないよ得意じゃないよって言ってどっちやねん、はい、ツッコミが終わったところで説明いきたいと思います、はい、ではですね早速お題を出させていただきたいと思います、最初のお題はこれね1問なんです、あそうそう、あの時間は今日のお題はこちらです、今日のお題ですね、今日のお題はこちらです、鬼木監督の似顔絵を描いてください鬼木監督の似顔絵です、ね、バイお顔です、お顔もう描いていいよ、もう描いていいよ、お顔、はい、バイバイ、では制限時間は1分間ほどになります、いやまあまあまあ、まあまあ、みんなまず描いてみましょう、そんなお、シミッチ選手がすごい早くペンを走らせてますね、シミッチは描く方は右手なんだね、右利きなんだねジェジウェ選手すごい隠してますね、マルも早いね描くのね、もう一回ハッピーで、みんな大体輪郭描いて髪型描いてって感じです、
もうゲラゲラ笑っちゃってるジェジュー選手このコーナーはこのコーナーは毎年やろういや面白いこれこのコーナー毎年鬼ちょ鬼木監督みんなで見せ合って笑い合ってますよね大爆笑大爆笑いやマジ本当すごいよこれまだはいいやもうお時間となりましたが大丈夫でしょうかダミアン選手情熱笑ってますけどどうしたのちょっと面白いから順番に行こう面白いですね順番に行きますかまずその前にですね その前にちょっと皆さん聞いてください皆さんが描いた絵の前に小林優選手がそう絵には自信があるっていう絵に自信がある小林選手がお手本を小林優が描いた絵をまず見てもらいますじゃあ小林優選手が描いた鬼木監督のお手本をどうぞどうぞおめっちゃ真面目な顔してるふくらはぎ誇張しすぎじゃないですかいやいやいやうまいよねふくらはぎすごいですよいやふくらはぎが太ここだなここふくらはぎがふくらはぎが特徴掴んでるああもういや小林選手でもほらダミアが涙流して笑ってるじゃないですかはいはいということでそれでは、はい、じゃあどうしますかみんな一人ずつでいきますか一人ずつみんな行く同時一人ずつ一人ずついきますかはいじゃあ、ソンリョン選手から見せていただいてよろしいでしょうか。はい、一人ずつ順番にいきます。チョン・ソンリョン選手、鬼木監督の似顔絵、お願いします。どうぞ。カメラに向かって。カメラこっちです。はい。それ下は何て書いてあるんですか。ソンリョン選手。鬼木さんって書いてある。あ、鬼木さんって書いてある。鬼木さんって書いてある。特徴はどこです。特徴は。トゥッチング。そのままです。そのまま。何を意識して描きました？顔です。顔。はい、顔の全体のところね。全体らしいです。はい。ちょっとお口に特徴があります。口に特徴あります、ね。ソンリョン選手そのまま見せておいてください。はい、ソンリョン選手そのまま見せてくださいもう一回ね。はい。だから口がちょっと斜めになってるところ気になりますけど。ね、お口がね。はい。まあ笑顔なのかな笑顔かなさあ続いて、はい、チャラティップ選手いきましょうどうぞチャラティップ選手かわいいけどかわいいよチャラティップ選手は どのあたりを意識して描いたんですかかわいい顔全体フォーカスしたんですけど、はい、似てないんですか似てないですかって聞いてますけどそれは皆さんに判断してもらいますさあ続いて、はい、ジェジュー選手いきましょうずっと照れてらっしゃったジェジュー選手ジェジュー選手お願いしますどうぞどうぞジェジュー選手危ないごめん先生ごめんよニクス先に謝ったねちょっと怖い何を意識して描きましたか一番丁寧に描いたのは髪の毛です髪の毛ねわかりましたちょっと怒ってる感じにも見えなくもないですねそれ怒ってるんですか描いた後に気づきました自分がパスミスしたんで多分こんな顔になってますあやっぱりちょっと怒ってる感じはいじゃあ続いてシミッチ選手どうぞどうぞシミッチ選手向けてください見せてくださいドンなんか言ってるなんか言ってるよその吹き出しは何言ってるんですか吹き出し丁寧に言っていう言葉なんですけど練習中によく自分が言われて丁寧にポルトガル語でなんて言うんですかカプリッシャカプリッシャ丁寧にいつも言われるんで丁寧にシミッチがよく言われてる言葉カプリッシャカプリッシャねエリファラスベジスいつも言われるすごいなんかこの絵で普段の情景が分かるってすごいですね
いやいや、まあ面白い面白い、もうめちゃめちゃ面白い面白い、はい、じゃあ続いてダミアン選手いきますか。ダミアン選手お願いします。照れちゃってる。ダン、あ、またなんか書いてある。そのね、あの上にカタカナで、うん、私を選んでって書いてあります。すごい、メッセージ付き、メッセージ付き。いや、なんて言ってんの。ジョアンがお前ら二人は絶対勝てねえよ。あ、これ私を選んでねっていうのは鬼木監督に言ってるわけじゃなくて、みんなに今見てる人に言ってんの。あのみんなにメッセージです。あ、みんなにメッセージ。あの決めるの僕だって言ってください。お願いします。頼んだ。さあ、なんかなぜかマルシーノ選手がずっと緊張してるんですけど。めっちゃ緊張して。さあ、ずっと隠して話して見せてくれないマルシーノ選手の似顔絵いってみましょう。どうぞ。どうぞ。ちょっと体が。体が。ポイントは、ふくらはぎに一番自分は力を入れて書きました。いや、そう、丸が書いてあるだけでちょっと強調してるのかな、それ。それさあ、本当にふくらはぎが太いんで。知ってますよ。いやー、面白いなー。面白い。これどれ選べばいいですか。どうですか。じゃあみんな前出してください。もう一度一斉に見せていただけますか。見せていただけますか。ジェジュー選手お願いします。いやー、これ難しいなー。どうですか、中西さん。俺が選ぶのか。あー、まあそうですね、僕選んでいいですか。はい、はい、優勝は、シミッチ選手です。わー。はい、選んだ理由を。選んだ理由はですね、まず笑顔だったからです。監督の顔がね、笑顔。あとはカプリシア。カプリシアね。いや、よカプリシアのデザイン。本当に丁寧に描いたんです。いや、本当に面白かったですね。なんかチームの中の練習の光景が頭に浮かびました。この絵、皆さんに大好評だったので、もしかしたらグッズ化するかもしれないですって。あるかもしれないね。これグッズになるかもしれないんで。みんなのグッズになるかもしれない。グッズになるかもしれないって、はい、いうことですので、皆さん楽しみに。これみんな大事に保管しますよ。持って帰らないで。はい、そうですね。これちゃんと持って帰らないでくださいね。はい、またやりたいですね。やりたいですね。これちょっと面白すぎますね。はい、ということで、はい、フロンターレ初代美術王はジョアン・シミッチ選手です。おめでとうございます。これをこのタスキをかけていただいて、王者のタスキが渡されました。シミッチ選手、おめでとうございます。ということで、この選手が描いた鬼木監督の似顔絵をグッズ化されるのも皆さん楽しみにしていてください。はい、どっかで多分展示されると思いますね。以上、ここまでフロンターレ美術王決定戦でした。参加してくれた選手の皆さん、どうもありがとうございました。楽しかったです。大きな拍手でお送りください。ではこの後は川崎市高津区にある専属学園音楽大学渡辺ゼミフロントールズの皆さんによる演奏をお楽しみいただきます。皆さんもう少々お待ちくださいませ。
さあ皆様お待たせいたしました。ここからは川崎市高津区にあります専属学園音楽大学渡辺ゼミフロントオールズの皆さんによる演奏をお楽しみいただきます。それでは渡辺先生、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。カルツ川崎新体制発表会、それから、26周年になりますけれども、試合前の選手入場ファンファーレでトランペターがいつも吹いております。専属学園音楽大学のパフォーマンスということでお楽しみいただきたいと思います。カルツ川崎でもやったんですが、1回だけ拍手の練習をしたいと思います。サポーターの皆様、拍手お願いします。ありがとうございます。センターの付近がちょっと手が上がりが少なかったので、国立競技場のようにきちっと手を挙げて拍手しましょう。ではよろしくお願いします。アメリカの有名な作曲家ルロイ・アンダーソンという人が作曲したトランペット吹きの休日、トランペット隊4人前に出ていますが、彼女らのソロをお楽しみください。それでは参ります。余計な一言ですけども、今日すごく上手でした。時々ファンファーレの時にごめんなさいっていう時があるんですけど、あれはコンディションの問題もあって、選手と一緒ですので、トレーニング不足ということではなくて、たまたまというふうなことで許してください。今日はとっても良かったと思います。もう一回拍手をお願いします。改めまして、川崎フロンターレサポーターの皆様、こんにちは。こんにちは。ここからは僕たちミュージカルコースの伊藤、宮島、石川の3人で
フロントールズの皆さんと一緒に歌って踊って演奏します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやトランペットかっこよかったです ね、 僕たちも負けずに歌いたいと思います。続いての曲は1974年沖縄出身の兄弟5人組フィンガーファイブの4枚目のシングルレコードとして発売された学園天国をお届けします。学園天国ということは専属学園天国ですか？そう、専属学園天国、レッツゴー。ちゃん1月にカルッツ川崎で歌って踊った新体制発表会のこと覚えてる？もちろん。初めてフロンターレサポーターの皆様の前で歌って踊ったのですが、皆様からの熱い熱い拍手に大感激でした、ね、一生の思い出です。ねえ、僕も歌いたかったね。その時ってさ、選手の人たちと会えたりしたのかな？歌いそれですれ違ったりしたんだけど、コロナ禍で話もしちゃいけないし、楽屋も完全分離でした。でもね、すれ違ったりフロンターレのホームページを見てみて、ちょっとだけ気になる選手がいたの。誰誰誰誰？それは秘密教えてよ。サポーターの皆さんもどの選手か知りたいですよね。知りたいですよね。ほら、知りたいって言ってくれてるよ。それでは歌と踊りで発表します。その選手は背番号25番、松井蓮司選手。
聞いてください。松連サンバ。選手により
月圧ライブも行いますので応援よろしくお願いいたします。激アツライブ楽しみにしててください。以上、専属学園音楽大学渡辺ゼミフロントローズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。専属学園音楽大学渡辺ゼミフロントローズの皆さんでした。皆さん今一度急に帰ってくる急に帰ってくるんだもん。雑談してたら3、2、はい、戻ってまいりました。はい、帰ってまいりました。LINE LIVE やってきましたよ。おかえりなさいませ、はい、拝見してました。いや、本当に何のアテンドもないんですよすごい。でも偶然はい、安藤選手と早坂くんクイズ王決定戦の直後に、はい、来てくれたんで、されましたね、はい、なんとか繋いできましたあとは先ほどの あのパンチ佐藤さんと、はい、宇野山本さんっていうあの宇野芸人の方、唯一の宇野芸人と今ちょうどお会いしまして、あの目のメガネかなと思ったら UNO のカードか。そうなんです、 UNO のカードをなんか切り抜いたか何かのメガネされた方と今偶然ちょうどあの大島と遠野が、はい、プロスピのそのオンライン対戦をやっていて、はい、そこの解説をパンチ佐藤さんがやるっていう相当すごい世界戦だなって僕は思ったんですけど、どういう世界戦なのかっていう、世界戦がもう、はい、固有、はい、でシールをいただいて、はい、で何かあのオープニングから収録なさって、はいはい、今日もダイナマイトっていう、はい、はい、ダイナマイト、ダイナマイトをやった、すごい声が響いてました、はい、さすがだなと思って、はい、あ、本当にあの皆さんこれもし応募があるんだったらめっちゃもらってめっちゃ、はい、いいのかしら、こんなにたくさんね。いや本当にすごい、いっぱいたくさんいただいたんで、はいはい、もしあのここまで、はい、新たなプレゼントが加わりましたけど、はい、分かりませんけど、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ねえ、面白いですね。いろんなところでじゃあいろんな何かがオンラインで行われる。いや、もうだから台本がないので、うん、本当に多分 LINE LIVE のカメラもあっちゃこっちゃ行くから、うんうん、皆さん酔ってないかちょっと心配なんですけども、いや、はい、楽しかったです。あ、本当ですか。あ、うん、見てくれてたんですね。もちろんです。ありがとうございます。ちょっとあの、はい、ステージ付近までちょこっと出られたりも。あ、出ました、はいはい、はい、どうでした、外の雰囲気は。いや、やっぱりあのみんな楽しそうですね、はい、なんかすごくそれは良かったですね。これやっぱり本当にオンラインだとこうではないので。本当ですよね、はい、オンラインだと発信はしてるけど、あとコメントでももちろん、ね、はい、リアクションあるんですけどね、実際のこのなんていうんですかね、本当にお互いを見るっていうか表情と雰囲気と熱気が、そうそうそう、その楽しそうな感じがやっぱり伝わる、ダイレクトで伝わってくるので、うん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 、非常に良かったですね、はい、あの健吾さんが行かれてる間はそのクイズ王決定戦で、はい、安藤選手が見事、はい、言ってましたよ、はい、貫禄見せつけたって言ってました2003年っておっしゃってましたね、はい、同期入団だって言われてるんで、はい、決してそうではないんですけど彼はアカデミーに入ったのが同期入団だと年齢がかなり上になってしまうんで、彼と僕は10個違いますから。本当ですね、はい、なんでアカデミーに入った年と僕が入団した年が2003年で一緒だったっていう、うん、まあ、大枠の同期、ものすごい早坂を上から見てますしかも早坂選手もまだまだ甘かったですしっかり後輩感出してましたからね、はい、素晴らしい。いやけどあの早坂からしても多分安藤のこうポジションというか、はい、彼 の, そのアカデミーからやってきたっていうのを見てますから、うん、背中凝ってますから、こういうふうにこう継承されていくっていうのは、いやいいです、ね、あの二人の関係性結構あの僕はこう胸熱ですけど、あ、キーパーですから、まだちょっと特殊ですからね。なかなか確かにアカデミーでこうずっとフロンターレで、なんかしかもキーパーのポジションでとか、なんかいろいろフロンターレを愛してきたこの距離でキーパーっていうのがないですもんね。でもそう、今2人いますから、うん、なかなか珍しいと。そうですよね、直接のライバルなんですけど先輩後輩ですごくこう、なんだろう、速坂をこう本当に見てあげてるなっていう、うん、そういう感じなので。でその後ステージでは美術王決定戦見たかったっすね。それめちゃくちゃ面白かったですおにきさんの似顔絵を描いたっていうところまで聞いたんですよ。おにきさんの、顔を描いたんですけど、はい、まあ皆さんそれぞれの個性、ちょっとあのちょっと怖ってなる絵とか絵心はもう人それぞれ、こんなのなかなか本当に見られないですよね、はい、
あれだけの人数、選手、外国人選手が集まって、はい、一斉に書いて。あ、ちなみに誰が優勝したの？シミッチ選手ですね、そうそう。優勝って何ですか？似てるんですか？何ですか？なんかそれは最初…優勝のその定義は何ですか？中西さんが選ばれたんですけど、あ、なるほど、はい、あの、ニキさんが笑ってるっていう絵で笑ってて、なんか言葉を喋ってるっていうことで。あ、なるほどね。すごかったです。あのコメントでも、うん、ぜひグッズにしてくださいっていう。あ、決まりです。決まりです、はい、これも決まると思います。やってほしい、はい、で本人に来てもらいましょう。あ、 T シャツですか、はい、しかも、T シャツじゃないですか。何ですか？キーホルダー。あ、キーホルダー。あ、でも何でもできますからこのクラブ。あ、まあ、それこそタオルもいいし、はい、あ、はい、タオルに全イラスト、全おにきさんを並べると。全おにきさんを並べる。で、お兄さんにこれ持ってもらう。あ、これも山口さん発信で決まったんじゃないですか。YouTube で今配信されてますからね、これまさに。秋ごろによろしくお願いします。秋ごろ。リアルに。リアルに、そうですね。8月ぐらいですかね。ああ、そう。はい、刻む、はい。そうですね。8月ぐらいかな。やっていただきましょう。はい、あと、すごいコメントが。はいはい、タイの。ああ、それ僕もさっき見てて思いました。タイの皆さんもね、ご覧になってくださってるんですね。ねー、はい、やっぱチャナティップ選手出てますからね。あの、常々選手の皆さんがチャナティップ選手は本当に愛おしくてチャーミングってお話をねされてますけど、はい、今日やっぱこう見てなんて素敵ってにじみ出てますね。愛くるしいですね。愛くるしい、はい、本当に素敵な。いや、やっぱり僕も現役時代ね、うん、交流ありましたけど、はい、まあ可愛いですよ。あら、来てくれてもこうやって先輩って言ってくれる。可愛い、じゃあ本当になんか今日なかなかね、ここまでそういう機会あんまり多くなかったと思うんで、はい、その姿が見れたっていうのもこのファン感謝デーのね、うん、ならではの、うん、2回も出てきましたから、しかも本当ですよね、ブースのところ、PR ブースのところ、PR ブースね、はい、すごいなって思いますよ。しっかり話してくださってね、抑えるとこを抑えて、ちゃんと抑えてましたね。分かってらっしゃる、はい、そうですね、素晴らしい、最高って言ってましたからね、最高って言ってましたから、はい、最高最高って言ってましたからね、はい、素晴らしい、素晴らしかったですね、うん、ちなみに、はい、あの美術王決定戦ありましたけど、ケンゴさんってイラストとか普段どうです？あんまり私見たことないなと思って。いや、僕も描いたことないですよ。あ、描く機会ないですよ。ちょっとまだここ少し間に合わない、間に合わない、いやいや、あ、来た、間に合わない、間に合わない、いけるかもしれないです。ああ、まだせっかくだから、せっかくのワンカンだから、あ、来ました。いや、じゃあこれカンペやつじゃん。なのでもうここからカンペは出せません。カンペは出せませんので、あ、ちょっとやっぱりじゃあね、ここのお題は鬼木監督。俺もよろしいですか。ちなみに言うと結構あの今日の、はい、先ほど出場された皆さんは全身で描かれる方の方が多かったかな。あ、まあ半々ぐらいですけど、縦でも横でもどちらで全身、はい、あ、もうそこはでもお任せします。健吾さんの思う鬼木監督を。え、鬼木さんすか。あ、今までイラスト見たことないかもしれないですね。描いたことないよ、そもそも。うわ、これももしかしたらグッズの中の一人に中村画伯の鬼木監督が、ま、え、鬼さんどんな感じ。出来次第ですけども、もうそれはもうずっと見てこられた。いやいや、ハードル上げんなって。何のハードルやん。ぬははじゃないよ。あ、やだ、ちょっとじゃこの間に書いておいていただけますけども、この後は社長の吉田です。川崎フロンターレでは地域の皆さん、サポーターの皆さんとの連携をしながら街を愛し、街に愛されるクラブ運営を行っております。サポーターの皆さんと対等にコミュニケーションを取り、皆さんと作り続ける姿勢は私、吉田が最も大切にしたいことの一つです。これから選手たちが皆さんへの催し物を披露します。過密日程の中練習したみんなをぜひ温かく熱く迎えてください。そんな時に思ったのです。フロンターレの歴代社長はファンカーの時に何をしていたのか。3年ぶりの驚き開催、たくさんのサポーターの皆さんの前で私に
でしたが、何もしなくて良いのでしょうか。そんなことはありません。サポーターの皆さん、少しだけ私にお時間をくださいと。はい、いきなり衝撃的すぎる展開からいきなりあんなの見せられたらどうするんですかね。さあ、では早速ここで
プロデューサーを務めてますのぼりさんをちょっと呼んでみましょうか。はい、いやお疲れちゃん、お疲れちゃん。のぼりさんとプロデューサーがいらっしゃいました。てつおちゃん、こもりちゃん、今日もありがとうね。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくね。よろしくお願いします。朝から張り切ってらっしゃいましたね。いやそうですね、もう9時半に入ってきました。いやでもね、いきなり吉田社長からスタートですか。そうなんですよ。ここに取ってましたからね。新体制はしっかりと真面目にやって、ちゃんとここで26周年のライブでしっかりとトンボ、そこもプロデュースしてたんですね、もうすでに。そうです、そうです、もうしっかりとひらめいちゃって。ひらめいちゃって。ひらめいちゃって。この曲の選曲などはのぼりだとプロデューサーがされたんですか、それとも。そうですね、もう、うん、やっぱ社長には合うかなと思って。 あとチャナですよね。めちゃめちゃ似合ってた。チャナもトンボが好きって。あ、もう情報入ってた。タイからもなんか歓声聞こえて、今聞こえてきましたよ、タイからも。タイからも。タイでも YouTube で見られますよね。はい、そうだ、今日配信してますもんね。いや多分あのパフォーマンスはびっくりした。しかもね、サングラスも似合ってましたもんね。いやもうかっこよかったですよ、もう皮パフォーマンスビシーって体つきすごかったですよ ね。やっぱ仕上げてきたんですかね。仕上げてきた、かなり仕上げてきてましたね、はい、これ後から出る人大変なんじゃないですか。いや本当に、まあプレッシャーはありますけど、まあうちの子たちなんで大丈夫です。やってくれますか。はい、わかりました。じゃあはい、ここで次の出演者の紹介をお願いします。はい、いきます。よろしいですか。はい、はいはい、次はこいつらだ。
ありがとうございました。いやー、ゆうたち最高だったよ。最高最高、もう本当に最高。上り坂 B、 誰が一番やりきってましたか？いやー、もうなんか勢い、プレーの勢いと一緒でもうキラキラ輝いてました。輝いてました、フラクツ選手。じゃあ一人ずつ感想を伺っていきましょうか、はい、マイク最初に持った江永選手どうでしたか？人前で踊ることは初めてだったんで緊張したんですけど楽しかったです。おお気持ちよかった？気持ちよかったです。おリハライブリハはもう顔がもうめっちゃ硬かったんですけど、おいやダンス苦手なんで、多分一番練習したと思います。おお終始ニコニコでしたもんね。さすが遠野選手どうでしたか？はい、あのサッカーの練習よりダンスの練習しました。ダメダメなやつ。あかんあかん。まあ冗談ですよね。はい、頑張りました。立花選手どうでした？立花選手、まあ緊張したんですけど、まあ、皆さんが盛り上がってくれたのでとても楽しく踊れました。ありがとうございました。お結構弾けてたもん ね前に出てきたソロのとこね、イケイケでしたよね。井川選手、井川選手、まあ緊張したんですけど、まあ、やりきれてよかったです。ありがとうございます。松井選手どうでしたか？サッカーの試合よりとても緊張しましたけど、まあ、練習通りやれたのでよかったです。ありがとうございました。おお真面目な、かっこいいですね。ね、決まってますね。決まってます。瀬古選手どうでしたか？皆さんの前でこんなダンスができてよかったなと思ってます。まあ、チームみんなで結構協力してできたのでいい時間だったなと思ってます。はい、どうですか、フロンターレのファン感こんな感じなんですけどいかがですか？どうですか？いや、そうですね、まあ、聞いていた通りというかすごいお客さんいっぱいいるんで、まあ、すごいやってる僕たちも楽しいですし、まあ、すごいやっぱすごいチームだなって改めて感じてます。はい、いやしかしもうスーツがめちゃめちゃ似合ってるね。めちゃめちゃ似合ってるイケメンや。すごい、みんなこれ写真いっぱい撮りたいんだろうな。いや本当そうだよね。のぼりピーはどうだったですか？全員のこのパフォーマンス。いや大満足です。もう期待通り、期待以上の、はい、もうキレキレなダンスを見せてくれたので、もうすごく熱気がね、来ましたね。来てます。もうここで踊れればピッチでサッカーするのは楽なもんでしょ。、ね、はい、ね、ということでフローマンですよね。フローマン、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 できれば活動を続けてください。活動、そうですね。、はい、活動続けてください。継続してください。お願いします。じゃあそうそう、のぼりび次行っていいですか？はい、はい、みんな、はい、みんな拍手お願いします。ありがとうございました。これからのフローマンの活動にも皆さん期待してください。ごめんね、なんか3年ぶりってなって一番緊張しちゃってるかもしれないんだよね俺。なんかキャラの設定が喋り方とかね、そうさっき急になんか敬語で喋られたから、もうちょっとずつ温まってるんで。温まってる、よかったよかった。のぼりピーもブランクがありますからね。ブランクがだいぶ、はい、そうですね。はい、じゃあもう早速次の曲いっちゃっていいですかね。いっちゃいましょうか。はい、次も見逃せないのでお願いします。次のメンバーよろしく。
このグループ名は EXILE です。そうなんですよ、なんかちょっと2人がそうなんですよね、はい、脱退をしてしまって、脱退っていうか脱退っていうか直前に諸事情ありまして諸事情あって、はい、もう1人がちょっと家庭の事情で、そうですね、はい、急遽っていうことでね、これなんですけど、もう3人でこう回ってんのめちゃめちゃシュールでしたよ、なんか。いや、じゃあ順番に聞いていきましょう、はい、佐々木選手いかがでしたか。まあそうですね、脱退とかいろいろあって人数減っちゃったんですけど、まあ気持ちよく踊れたんで良かったかなと思います。ありがとうございます。ね、佐々木選手今日急遽、本当はね小塚選手が一番前だったの、なんか小塚くん来なかったら俺前ですよとか言って急遽ね先頭で頑張ったんですよね。そうですね、ちょっとリーダーの分まで頑張りました。そう、家で多分踊ってたと思う。いやいや、素晴らしかったですよね。でマルシは途中に急に入ってきて、ちょっと反り込み、ノリノリで入ってきて、entrei depois, queria ter entrado um pouquinho antes para dançar aqui, dançar com os meninos. 本当であればもうちょっと早く呼んでもらってもっと踊りたかったです。確かにもう待ちきれないという感じで入ってこられましたもんね。でもめちゃめちゃ似合ってますね、衣装もね、かっこいい、かっこいい。Tava só esperando o comando do Ten, tava só ali de olho。もうテンが早く呼んでくんないか呼んでくんないかずっと後ろで待ってました、あそこで。まあテン君はボーカルでしたけど気持ちよかったですか。いや、ちょっと田辺修斗が脱退しちゃったんでちょっと結構あでしたけど、すごい楽しかったですし、いやもうちょい人数入れあもっと楽しかったのかなと思いますね。そう、もうシュートが脱退して俺しかおらんやろって言って言ってないやってくれました。すごいプロデューサー俺がやりたいですって。素晴らしい、素晴らしい。ありがとうございます。田坂選手いかがでしたか。最高に気持ちよく、アイドル気分で、ジャニーズ気分いや、エグザイル気分でやらせてもらいました。思い描いていたファンカンの出場になりましたか。そうですね、思ってる以上に、すごいテンションが上がってすごく楽しませてもらったんですけど、皆さん楽しめたでしょうか。よかったです。いいですね。ね、本当素敵なパフォーマンスでした。のぼりピー、実は、はい、マルシーニョ選手とか今季新加入の選手たちのちゃんとが完成したっていうことを小耳に挟んだんですけれども、はい、聞いてますか。そうそう、サポーターがなんか作ってくれたみたいで嬉しいですね、はい、ねえ嬉しいですよね。残念ながらまだ轟では声は出せないんですけれども、8月3日のルヴァンカップアウェーセレッソ戦は声出し応援の段階的導入運営検証試合となりますので、アウェーですけどぜひそこでサポーターの皆さんにはルールを守ってちゃんと歌っていただきたいなと思います。はい、楽しみ、みんなよろしくね。お願いします。はい、ということで改めまして EXILE の皆さんどうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。
FJILE の今後の活躍にも期待したいと思います。ありがとうございました。終わり。ありがとう。ここまでのパフォーマンスいかがですか。いやもう満足です。結構ねクオリティ高いですね。クオリティ高いです。はい、やっぱフロンターレに入るっていうからにはもうこれをしなきゃいけないと思って入ってくるんですよね。3年ぶりでそういう姿見てない新人の選手ばっかりでしたけど、そうですよね。はい、もう気負いなくやっぱすごく肝が据わってるなってですよね。だから最近ちょっとみんな慣れてきてますよ。いやなんかすごいテレとかないもんね。なまあ、移籍しちゃったシュートも歌いたいです、うん、あ自分で言ってたんですって。あそう、まあね、みんな歌いたかったわけですから そ, う、ま、その分もみんなの出れなかった選手もそうですね、それもありますよね。みんな言ってました。さあ次は何ですか。あまだ、うん、もうちょい。ちなみにのぼりぴーもちょっとみんなが歌ってると俺も歌いたいなって気分にはならないですか。そうはね、もうどっかでいつかいつかもうおじさんだけで出たろうかなって思う回も作ってもいいんじゃないかなって。おーおーいいですね。確かに若手がね多いもんね。そう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 、はい、なんかもうめっちゃおじさんが無理したろうかなっていう回を ぜひどう思います。いいですよね。いやいや見たいよ ね, ね歌もどんな系列の曲でいきますかね。そうするとのぼりぴー的にはそうね、やっぱみんなが楽しめる曲。あそうですね、それはそうですね。のうーん考えさせちゃった。ちょっとまだプロデュースしきれてないと思います。じゃあちょっとおじフロンターレみたいなみたいなフロンターレみたいな。おじロンターレ、おじロンターレ、おじロンターレ、なんか文字ってうまいこと。いやいやそれはいいと思いますよ。ベテラン勢をそう多分タンちゃんとかも出たがってると思うんで、はい、いやみんななんか見るの楽しんでますもんね。ね、はい、ぜひやってもらいたいな。やってもらいたいですね、はい、ほんまに考えるの楽しみだな。ね、はい、まあ毎年いろんな選手入ってきますけど、なんかもうさっき言ったように事前にもうファン感楽しみにしてきてるんですよっていう選手もいるんですか最近は。いやもうこの時期になって、まあ、できなかったのでまあねずっとね、はい、うん、でもやっぱ毎年毎年ステージメンバーよろしくって言った時にもう分かりました。2つ返事で、2つ返事で分かりました。やっぱもう全然抵抗がないので、やっぱもうお願いしたらすぐやってくれるんで。立候補で決まる感じなんですか、それとものぼりぴーからやってよって言っていくんですか。やってよって、あ言っていくんですね。そう、言うやってよって、うんうんうん、ああ言うやってよ。なんか安藤くんがそこにもういますけど、はい、なんか準備できたみたいなんで、はい、はい、次はのぼりぴー何でしょうか。はい、はい、ここからは見て通り専属学園の皆さんにも協力してもらって、はい、バンド演奏で盛り上げたいと思います。おー、いいですね。ボーカルは先ほども素敵な美声を聞かせてくれた天くん。おー、今日大活躍。今日はもう何度もステージに衣装を変えてますね毎回なんかものすごい大活躍、普段の衣装って感じシンプル衣装に着替えてきましたね。はい、大丈夫ですか。じゃあのぼりぴーちょっと Q をお願いします。はい、OK。 それじゃああとは天くんのタイミングでよろしく。じゃあちょっと一人で歌うの寂しいんで手拍子お願いして。じゃあそれでは聴いてください、宮城天体観測。もいます。午前2時踏切に望遠鏡
ずれたベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい。2分後に君が来た、大げさな荷物背負ってきた。始めよう勝手に大観測、ほうき星を探して、深い闇に飲まれないように、精一杯だった君の震える手を握ろうとした。あの日は見えないものを見ようとして、望遠鏡を覗き込んだ。静寂を切り裂いて、いくつも声が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって、返事もろくにしなかった。今という放棄星、君と二人追いかけていた。 Oh yeah よう、外れの雨に打たれて、泣き出しそうな君の震える手を握れなかった。あの日は見えてるものを見ようとして、望遠鏡をまた担いで、静寂と暗闇の帰り道を駆け抜けた。そして知った痛みが未だに僕を支えている。今という放棄星、君も一人追いかけている。もう一度君に会おうとして、望遠鏡をまた担いで、前と同じ午前2時踏み切りまで駆けてくよ。始めよう勝手に大感想、2分後に君が来なくとも、今という放棄星、君と二人追いかけている。 Oh yeah、ありがとうございました。いやー、よかったよ、天くん。ありがとうございます。どうでした皆さん、気持ちよかった？いや、気持ちよかったっすね。バンドの方にも。そうですね、演奏の中。ありがとうございます。やっぱバンプオブチキンさんが26周年同じ。ああ、そうっす、ってことで、はい、うん、何かいいバンドをやりたいなと思って調べたら、バンプオブチキンさんが出て、え、宮城天体観測でいいじゃん、いいじゃん、いいじゃんと思って。いや、結構難しかったですけど、それちょっと思いついた時は自分の中でちょっと鳥肌立った時期ぐらいなんですけど。緊張は？いや、緊張しました、もちろん。けどやっぱ歌手になるの夢だったんで、この前で歌えてよかったですし。でサッカー選手になった感じ。でサッカー選手になっちゃいました、ね、なっちゃった感じ。やっぱ歌うまいもんね。なんか全然頼んだ時も自分でもあれやったもんね、やりたい感じ。そうですね、歌うん好きやねんな。好きですね。よく寮の風呂とかで歌ってるみたいです。そういう情報もプロデューサーに入ってきたのでお願いしました、はい、皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。ちょっと待って、一回戻ろうか、一回あれ、うん、俺ここでいいか、うん、すいません、プロデュースした形ですけど、ちょっと忘れてました。俺専属学園の人じゃない。あ、専属学園の人じゃない。なんなら衣装ないでしょ。あ、衣装ない。こんな点とかしっかり衣装して、みんなもすごいのに。俺衣装なかった。安藤はどれくらい練習をしたの？いや、2週間前ぐらいにもらってちょいちょいやってたぐらいです。去年もね、あ、去年ちゃん、前回も。そうそう、前回は直前に指折って不完全燃焼だったんで、今回ちょっとリベンジ。しっかりともう完全燃焼できましたか？完全燃焼できました、ありがとうございます。じゃあまたこれからもバンド活動、そうですね、よろしくお願いします。だいたい1回やるとみんな脱退してっちゃうんで今回また天に声かけて。でこれからボーカルとしても
メンバーに入れてあげてください。ぜひやってください。お願いします。さて、残念ながら次が最後の曲になります。最後なんで、ステージメンバーみんなに登場してもらいましょう。みんなステージ集合。大丈夫？まあさあ、今年のファンカンも最後の曲になります。最後はショーゴの美声に締めてもらおうと思ったんですけど、代表行っちゃったからこの方に締めてもらうことにしました。ゆうくん、よろしく。いやー、ゆうくんありがとうね。え、俺？いや、めっちゃ決めてる。その、俺っていう、服装じゃない。しっかり準備できてる。俺？いや、聞いてないよ。聞いてないよ。やっぱラストをね、務めるのは、コバ君しかおらへんかなと思って。ありがとうございます。一生懸命歌わせてもらいただきます。いや、もう噛んで、大丈夫？噛んだけど。大丈夫。大丈夫。大丈夫。OK、 準備も OK ですか？ OK です。じゃあ最後の曲をいきましょう。最後の曲はサポーターの皆さん、パートナーの皆さん、選手スタッフがつながって一緒に成長してきたフロンターレをイメージして、この曲をで締めたいと思います。お聴きください。小林優で糸。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語、立ての糸はあなた。横の糸は私、温めうるかもしれない。縦の糸はあなた。
よこの糸は私。このクラブに入って13年、フロンターレに関わる全ての皆さんに出会えたことを、僕は幸せと呼びます。みんなありがとう。俺歌った歌ったの俺。残りのリーグ戦もタイトル獲得目指してみんなで頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。アンコール。アンコールありがとう。
最後はこの曲、いい湯だな、全員で行ってみよう。10年あ熱々で終わったんじゃないでしょうか。まさかこのいい湯だなで締めるとはね。でもこれ結構最後締めにいいですね。いいですね。気持ちよく終わりますよね。気持ちよく、はい、まあ、皆さんもねこのライブを楽しんで後半戦選手たちいっぱい応援してください。お願いします。のぼりピーもここまでプロデュースありがとうございました。そして今回のステージも本当にたくさんの皆さんにご協力をいただきました。本当にありがとうございます。まず選手のダンスを指導していただいたのはフロンタールズとしておなじみ富士通のチアリーディング部の皆さん、はい、ありがとうございます。そして選手が着た衣装はスタイリストの吉成さん、ありがとうございます。編曲そして演奏をしてくださったのは専属学園音楽大学の渡辺ゼミフロントールズの皆さんでした。皆さん本当にありがとうございました。フロントールズの皆さんありがとうございました。どうぞご講談ください。ありがとうございます。そしてね中西さん、なんといってもこの激アツなライブを届けてくれたフロンターレの選手、監督、そしてコーチングスタッフの皆さんに、はい、今一度皆さん大きな拍手をお願いします。並大抵の努力じゃないですからね、はい、めちゃめちゃ練習大変ですから。みんな笑顔になってくれてたので本当に良かったと思います。それでここでステージ MC の中西さんとはここでお別れとなります。はい、今年もステージ盛り上げてくださってありがとうございました。皆さん大きな拍手を、こんなにたくさん集まっていただきましてありがとうございます。まあ、僕は選手監督に代わって相手言いたいと思いますけども、絶対に逆転して優勝してくれると思ってます。そのためには皆さんの力が絶対に必要なんで、絶対に逆転優勝する雰囲気を整きでアウェーでも作ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここから記念撮影を行います。ステージの後ろの方からメインスタンド側の方に向かって撮影を行います。オフィシャルカメラマンの大堀さん、ステージにお願いいたします。選手監督コーチングスタッフの皆さんは
激アツライブスタンドの方に背を向けていただいて、大堀さんの方を向いていただいて、でよろしければスタンドの皆さんもタオルマフラーだったり、そうフラッグをね掲げていただいてアピールしてください。マスク、選手マスク一瞬この時だけ外しましょうか。マスク外しましょう。あ、マスコットは下に降りましょうか。選手、監督、コーチングスタッフの皆さんだけ上にいていただいて、マスコットは下から。はい、撮ります。選手の皆さん、この時笑顔で、社長も大きく万歳してます。スタンドの皆さんも大きくアピールお願いします。激写してます。 OK です。ありがとうございます。では選手、監督、コーチングスタッフの皆さん、先ほどの位置にお願いします。閉会式を行います。そして本日、本日の入場者数が6523人の皆さんがこの轟きに来てくださいました。ルールも守っていただいて、ご加算いただきありがとうございました。またここから一致団結していきましょうね。では閉会式に入ります。林さん、お願いします。皆様、川崎フロンターレを日頃から熱く応援してくださっております、本当にファンサポーターの皆さん、本日は川崎フロンターレ2022年ファン感謝デーにご来場いただきまして誠にありがとうございます。大変楽しく過ごしてまいりました。今年のファン感もいよいよ閉会の時間が近づいてまいりました。これより閉会式を行います。はじめに閉会の挨拶を監督鬼木徹より申し上げます。鬼木監督、お願いします。皆さん、こんにちは。約3年ぶりですかね、ファン感謝デーに、ご来場いただき、そして最後まで、お付き合いいただき本当にありがとうございます。最初に社長の方からもありましたけれども、今回ファン感謝デーの中で、かなり変更点が出てしまって、選手と触れ合う場が減ってしまいました。そういう意味で言うと、少し今回のファン感謝デーがどれだけ皆さんの期待に応えられたかっていうのは心配はありますが、ただそれの中でも少しでも楽しんでもらえたと思いたいですし、そうであったらね、嬉しく思います。そして先日ですね、パリ・サンジェルマンとの試合にも多くのサポーターの方、足を運んでいただき本当にありがとうございました。選手も楽しく、そして実りある一日になったと思います。かなり刺激を受けたゲームになりました。正直パリ強かったです。今までで本当に一番強かったと思います。まあ、そういった相手と戦ったことで、先ほども言いましたけど、選手も相当の刺激を受けたと思いますし、これから自分たちが戦う上で、すごく高い基準を持てるようになったと思います。選手間の基準、コーチ我々の、基準、そういうものは非常に高くなったので、これからそれを目指して、努力していきたいと思います。まあ、そういった意味では、ここからのチームの成長と選手一人一人の、成長を楽しみにしてもらえればなというふうに思っています。そして、ここから約3ヶ月ですね、もうそこで、まあ、ラストスパートというか、もうそこで全てが、まあ、決まるという形になっていきます。チームとしては前半戦天皇杯と、ACL と望んでいた結果にはなりませんでしたので、そういう意味でいうと、残されたルヴァンカップ、そして
悲願でもある、J リーグ3連覇これに向けて、とにかく全力で、戦っていきたいと思いますので皆さんこれからも、熱い声援拍手を大きな拍手、よろしくお願いします。最後になりますが、やっぱりこのコロナでですね、J リーグの、消化2試合消化できないことになりました。そういった意味でいうとこの夏場の戦いも確実日程を、覚悟で戦わないといけないと思ってます。その戦いの中でやっぱり力になるのがやっぱり皆さんの声援だったり拍手だと思いますので、ぜひ選手を後押し、してもらえればなというふうに思います。そして、常々自分いつももう毎年いつも言っていますけれどもやっぱりタイトルを獲得するためには、選手、そしてスタッフの力そしてクラブスポンサーの力そして何より、ファンサポーター皆さんの力この3つが揃って、初めてタイトル獲得に、ねができると思っていますのでこれからもみんなで、力を合わせて必ずタイトル取りましょう。てっぺん取りましょう。今日はありがとうございました。鬼木監督ありがとうございました。それでは最後に今年のファン感の締めをJJF 選手にお願いしたいと思います。 JJF 選手の締め皆さん楽しみにしててください。あれゴンさんはいかがですか。いいですか。大丈夫ですね、はい、こんにちは。ただいまごめんね。あしobrigado a todos pelo apoio. Foram meses difíceis de tratamento, mas estava muito ansioso para poder voltar e se juntar à família Frontale. まあ、本当に長い時間がかかってしまいました。ただ、皆さんのおかげで、先日の試合復帰戦迎えることができました。ありがとうございます。川崎のここにいる皆さん本当に家族だと思っているのでそんな皆さんの応援が本当に自分の力になっています。一緒に頑張ろう。Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos Frontale, vamos Frontale, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos Frontale, vamos Frontale, vamos ser campeão. Ok? JJF 選手、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん以上をもちまして川崎フロンターレ2022年ファン感謝デーを閉会いたします。本日は6500名を超えるたくさんのご来場誠にありがとうございました。それでは選手監督コーチングスタッフが退場いたします。皆さんどうぞ今一度大きな拍手でお送りください。
いや、このラスト忘れてました僕。忘れてました。もう満喫しすぎて、あ、すごい良かったと思って、あのこの締めのとこを忘れてました。そうそう、いや満足したって、はい、みんなで言ってました。今帰りかけたら最後締めあるんです。締め締め締め、はい、すいません、はい、いや良かったですね。やっぱりいいですね。いいですね。一体感を感じますか。本当に、なんだろう、あと天選手の歌のうまさもびっくりしましたし、はい、ったですね、そこからのあの小林選手の、はい、ね、あの演出、何ですかあれは、はい、うるっときました。VTR が流れて、そう、今までの感動的なシーンが本当にえって思いました。えどうしたと思いましたけど、そしたらのぼりピーはお疲れちゃーん、ドナーいいですね、はい、最後いいユナナで、もういや、やっぱり、うん、ここでしかできないんですよ、これは、うん、目の前にサポーターの皆さんがいらっしゃって、そうです、ね、自分たちがパフォーマンスをして、まあ、若手の、ね、子たちもみんな、うん、はっちゃけてましたし、うん、やっぱこうじゃないと思いましたね、見て。本当ですね、はい、そうだ、F ザイルにフローマン、はい、もうあの今日何があーって思ったのかっていうと、ずっと健吾さんがこうここでね見ながらツッコミをいいツッコミを入れてくださるんですよ。ぜひ来年は副音声的な感じでね、そういう配線を組みましょう、ね、いや言えないやつばっかだからね。そこはあのそれかワイプで抜くかしてね。いや本当にそうですね、まあ、楽しかったです。あ、楽しんでいただきましたか。もちろん、はい、もう特等席で、はい、いいツッコミやな。あとは安藤選手もね、あれ安藤選手だったんですか。一般の方じゃなかったですか。一般のドラム上手い方がこうやったんじゃなくて、我らが安藤選手、安藤さんでしたね。本当ですか。いや、ちょうど僕ら上から見てて、そう、安藤選手のもう、はい、手さばき足さばきが完璧に見れて、機敏で機敏で、おえっていう、本当にすごいなって、ただただ本当に大したもんだなと思いましたよ。だこういうところもちゃんとこう練習して手を抜かずにですね、はい、ああいう安藤選手みたいな立ち位置の人をやるからいいんですよ、はい、若手はもう頑張る、はい、恥を忍んでももう前に出る、それ後ろのベテラン、まあ、ユーもそうですね、のぼりピーもそうですけど、こう支えるっていうバランスがやっぱりいいです、はい、言うことなし、本当満喫しました。満喫しました。少しね、うん、これまで例年の轟の生の、ファン感とはね、ちょっとずつ違う工夫も盛り込まれての、今日に合わせたファン感でしたけども、はいはい、6523人の方現地。6523人。はい。今日轟に足を運んでくださった、いや、ありがたいですね、はい、本当にね、こういうなかなかね難しい状況ですから判断するの。こうやって YouTube ライブでも配信できる世の中で、はい、LINE ライブもありましたしね、いや楽しかったです。楽しめたと思います、はい、本当に、それではくくりといたしまして、くくりいや、ちょっともう本当に1個言っていいですか。はい、どうぞ。今来たんですよ、プログラムが、こうクラブのスタッフからすいませんっつって、これ今日、いや、これ最初に言ってくれれば、はい、いろいろ言えたんですよ。本当ですね、皆さんに。で、あのこの表紙にもなんかいろんなそうヒントがね、隠されていたんですよ。ノーヒントすぎましたね。本当ですよ、ま、なんでこれが最初ないのって。そうでしたね。まあまあまあ、全然なくてもできるんですけど。素晴らしい。いや、改めて健吾さんの流動的な素晴らしさを、そうですね、ね、今日まじまじと、はい、扱いの雑さに皆さん多分驚かれたと思いますけど、はい、僕は慣れてますから、むしろこっちの調子出るっていうところもありますし、いや本当にすごく、まあ、ファン感ですから、ファン感の面白さっていう裏の話も含めて、まあそこはね、多分さっき僕が解説裏解説みたいな感じにしちゃいましたけど、はい、楽しかったです。来年も再来年も楽しみ、どうなることやら、そこはもうお楽しみということで、はい、それでは、はい、終わりましょう。皆様最後覚えてらっしゃいますでしょうか。今日数十分前振り返っていただきまして、
ここにも美術王がいたのではないかということで、中村画伯による鬼木監督の、フェイスの絵、あ、最後に何か書き足してる。いや、あのさ、ま、いや、もうなんで忘れてたと思ってたのに、あ、ほら、鬼木監督の絵はとか、さすがね、みんなよくわかってるわ、忘れてないのね。健吾さんの描いた鬼さんはとか、さすがですよ。逃さない、はい、逃がしてくんないのね、このクラブの皆さんはね。今日この YouTube ライブのくくりは、はい、画伯の制作品発表ということにさせていただきます、はい、2022年画伯が描かれた鬼木監督の絵です。どうぞ。どうこれどう成長ない。いやいや、これどうどう、ね、どうえどうどうすか、どう、今日のディレクターさん、どう、中途半端そうなんですよ、なんかどっちにも寄ってないんですよね、これ。いや、カブちゃんがもう、カブちゃんももう、カブちゃんがもう、いや、これそうなんですよ、これどっちにも寄ってないんですよ。いや、私上手すぎず、下手すぎず、勝手に私すごい一本線的な、はい、今日の画伯、今日のステージの画伯たちのイメージを勝手にも強く持ってたので、はい、最初見た時、はい、めっちゃ上手いです、はい、なんか本当 あの流行ってる漫画でありそうとか言っちゃったけど、はいはい、そう言われればな。そうでしょ、ほらもうでもこのやっぱり3連覇のこの文字ですから、これあのグッズ化します。グッズ担当見ててね、ここちゃんと。そうですね、あのみなあのブラジル人選手のネットともに、はい、もう浮くよ、一人浮く。俺見てないから分かんないんだけど、後で妙に浮くんだろうな、これ多分。アーカイブ配信などキープしてください、はいはい、あ、いやちょっと本当に汗かいちゃった。ありがとうございます、はい、無理難題にずっと答えていただきました。いえいえ、もうこれがフロントアレですから。ありがとうございます、はい、YouTube ご覧いただいたおよそマックス5000人以上くらい行かれてましたかな、はい、総再生数は今日は視聴回数で7万ぐらい。7万、視聴回数7万ってどういうことですか。1人1回ってことですか、じゃなくて1人が複数回ってことですか。でも入れても7万。これ7万が見たの。最後に出す勇気。マジっすか、これはちょっと恥ずかしいですね、非常に。あ、けどね、余すとこなく見せれたんじゃないかなと思いますけどね、はい、フロンターレファン感というものが本当です、ね、ご理解いただけたんじゃないかなと。そして選手、はい、スタッフの、ね、もう関係者の全ての皆さんの努力あってです、ね、いや本当そうです、非常に楽しませていただきました。いや本当に感謝したいなと思いますね、はい、うん、それでは一本締めなどいたしますか。一本締め番組で一本締めする。それでは、はい、ちょっとカブちゃんは、カブちゃんはもう、はい、それでは皆様本日ここまでご覧いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、またどこかのタイミングでお会いしましょう、はい、お会いしましょう、はい、健吾様ありがとうございました、はい、とんでもないです、山口さんお疲れ様でした、ありがとうございました、はい。